さあそんなですねグリードアイランドどういうゲームかシンプルに言いますと皆さんブックと言ってくださいって言ったらですねはいブックって言ったらボーンと本が出るんですねはいこのバインダーの中にですねパッと開くとですねカードをはめ込めるようになってるんですね はい。そして、それは0番から100番まで、えー、0番から99番までの、えー、100枚のカードがあー指定ポケットというところに、ね、あの入れるようになっています。このゲームは、グリードアイランドは、その100枚のカードをコンプリートするというゲームです。おー、シンプル。100枚集めりゃいいのね。カードを。はい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 。わかりました。でもカードといっても、この世界ではですね、実際に手に入れる時はものです。例えば何とかの剣っていうのを手に入れます。 するとそのアイテムをレアアイテムを手に入れたらそのレアアイテムが手に入れたと同時にですねえーカードに変換されてそのバインダーに入れれるようになりますはい。なので物を手に入れるカードになるそのカードを入れるそれのレアアイテム100個を指定されたものを集めたらコンプリートしたらクリアはいわかりましたそこは分かりましたよねそのレアアイテムって色々あるわけですよねでここからがポイントなんですけどレアアイテム以外に レアじゃない普通のアイテムっていうののカードもありますそのカードはフリーポケットと言われるその何番はここに入れろじゃなくて番号が付いてないところに入れることができますはい普通のアイテムとフリーポケットというページがあることも分かりましたねありがとうございますで普通のアイテムレアアイテム以外にですねスペルカードというのがありますそのスペルカードというのは呪文ですはい このゲームの中だけで使える呪文というのがあるわけですね。はい。なので、それも使うことができますということです。はい。念もあるのに呪文もあるのこれですね。念もあるのに呪文もあるのというのが、ここからのパニック状態でございます。はい。それでですね、ゴンはですね、皆さんと同じように、ちょっと頭パンクしてきたなーってなりながらですね、まあ、ゲームスタートしてくださいって言って、 よくわからないまま降りるわけですね降りるとですねその小屋のですね出口から出てですねあのスタートの小屋っていうのがあるわけですねその出口から出るとですね広い平原があるんですねでキルアが降りてくるわけですね、えー、おいゴンっつっね。あ、ここがグリードアイランドかっつって、ね、の草原でねでゴンゴン気づいたかっつっね気づいたっ,ってねキルアもですね誰かが見てるなそうなんですね、うん、ここでもさあハンターハンターといえば皆さん 新しいステージに行った時何が待ち受けてるんでしょうかもう覚えてますね。そうです。初心者狩りの皆さんです。とにかくですね、ハンター試験ではトンパ。そして200回に行ったら200回で念能力知らないやつを勝ってやろうというね、えー、そういう能力者。そしてグリードアイランドに来たらですね、グリードアイランド新規のやつかなというのを見てですね、そいつを狙ってくるってやつがいるんですね。ゴンとキルはですね。 まあでも見られてるっていうことに気づかれてる時点で大した能力者じゃねえだろうって言ってですね歩き出そうとするとですねビューンなぜか向こうからですねバンとこう飛んできてですね自分の目の前に着地してですねブック持ってるやつニヤニヤしてるやつがいるんですねで「お前ら初心者だろう」うなるわけですねうんど,どうかな嘘つくんですねでもどうかなって言ってる言って その動きを見て、どう見たって初心者じゃねえかよ。って言ってね、よし、じゃあ、どっちにしようかな。そっちの前に、んあ、お前らの名前、ゴンとキルアか。それも全部分かられてるんですね。なんで分かったんだよ。その本を開いて、なんだかんだ作業してたらですね、ゴンとキルアだってことと、初心者だってことが分かられちゃったんですね。あ、ゴンとキルアか。うん。その上で、お前ら初心者だろう。うん。よし、じゃあ、こっちでいいや。トレース オン言ったらですねビューンって何かしらの、ね、光のエネルギーがですねブックからですね、キルアの方に来るんですねやべえともですねキルアはその持ち前のあのゾルディック家の動きでですね避けようとするんですけどねその初心者が笑うんですねおい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 ここでスペルスペルカードの能力からこの世界で逃げられるわけねえだろう。と言ったらですねそのキルアが、ね、その光にバーン飲み込まれてですねなんだダメージは全くないんですよでも何かを何かを受けた。 てめえ何したこの野郎!」って言った時のですねあのキルアの顔があまりにも怖かったんでおお怖え顔だなよしリターンオンって,言ってビョーンってまたどっか戻ってったんですね何だったんだ何かされたみたいだなって,って何だったんだろう恐ろしいねとりあえず町に向かおうってですね何かを初心者狩りがキルアにしたんですねトレースオンって言ってたんですよその上でそれが何か分からずに町に行ったんですねそしたら町でですね えー、情報をですね、えー、くれるやつが現れるわけですねはいあのお前ら初心者だろってな俺たちの仲間にならないかっていうわけですねんなんで初心者だってわかるんだよって、ね、いやだってさっってて例えばね俺が今本持ってるだろあのバインダー持ってるわけですよ、ね、でもお前出さないじゃんほうほうほうそ,それが何なんだこの ブックの中に呪文のカードが入ってる。いろんなカードがあることは知ってるだろう。その中に呪文のカードがあるんだよ。その呪文のカードっていうのはゲームの中で誰かの対象者に向けて呪文をかけることができる。でもその呪文を防ぐこともこのカードでできるんだよ。防ぐカードもあるだだから呪文をかけられた時にその呪文が発動するまでのタイムラグっていうのがちゃんとあって、その間に防御カードを発動したら その呪文をキャンセルすることができるにもかかわらず本をまず出してないってありえないだろう確かにとだからいつ何が起きても大丈夫なように人と接して本出された本出すっていうのはもう常識の動きだからってなるほどなるわけですねその上で君がかけられたあの魔法ってのはトレースっていう魔法なんだってなるほどねそれはどういうことかというと 君がこれから何のカードをゲットしたかを全部情報が向こうに行くってやつ。これ相当不利だからね。でそういうことをやるって初心者向けにやるってやつらがもう横行してるから。うん、だから仲間にならないかって。でそのさっきから言ってる仲間になれってるのはどういうメリットがあるんだよって。これ実はね最近あのこのゲームが発売されてから全くクリア10年間してる人がいないだろうと。めちゃくちゃむずいんだよ でこのむずいルールのむずくなってしまってるルールの最大がカードか限度枚数だ来ましたカードか限度枚数これはですね入り口でも聞いてたんですけど最も意味がわからなかったルールなんですねカードか限度枚数っていうのは物をアイテムを得た時にそれがカードになるっていうのは聞きましたよねでもそれを複数得れるものが全部カードになるかというとそうではなくて例えば その聖なる剣っていうののカード化限度枚数が3枚だとしたらカード化、えー、その聖なる続きを4本目で手に入れたやつはカードにならないんですよ。もう3枚、えー、剣をカードに入れてる他のプレイヤーがいたら。つまりレア度っていうことですね。その世界に存在していいカードの状態が3枚とかっていうになったら後から手に入れてもカードにならないから、あ,あ、ダメだ。これなんですよ。 その上でポイントはこのゲームの中でプレイヤーが死ぬとその持っていたバインダーーーのの中のカードが全部消滅すするるっていうルールもあるんですこのカードが限度枚数と死んだらカードが全部消滅するっていうルール今聞いても皆さん何のこっちゃって思うかもしれないでしょでもこれはめちゃくちゃゲームの難易度を高めた上である事件を引き起こしてるんだっていうことを説明されるんですね。 カード化限度枚数が多くなってきたことで、要するに独占されてしまうっていうことがあるわけよ。要するにその方の3本全部限定持ってたら、他のプレイヤーはそのゲームを何かしらの条件をクリアしてカード、剣を手に入れたんだけど、カードにできない。だからあいつらがいるからカードをコンプリートできないっていう条件が多発するわけですよね。その時どうするか。そのプレイヤーを殺して消したら限度化枚数がリセットされるでしょ ?1 枚。 そしたらカード化限度枚数が1枚開くからもう一回聖なる剣をゲットしたらカードにできるっていうことでプレイヤー殺しが横行するようになったんだなるほどその上で最近めちゃくちゃ暴れ回ってるのが爆弾魔ってやつでギャーッ街でですねまたプレイヤーがですね一人 もう爆,爆死してるんですねこれこんなこんなことがあってこれも呪文なのかいや違う実はこのゲームの中に人を殺すっていう呪文は一個もないんだこれは念能力なんだよつまりプレイヤーがプレイヤーを殺してカードか限,限度枚数を開けるために殺人犯が連続で現れてるしかも最近この爆発させて人を殺すっていう念能力者があの 暗躍してるそれがボマーなんだ爆弾魔ボマーって言われてるそのボマーに対抗するっていうことと自分たちでカードか限度枚数とか協力し合ってクリアするっていうことで俺たちの仲間にならないかって言ってるんだよっていうことなんですねなるほどとりあえず話だけも聞きに来てくれっていうわけですよね、広場にあつあ集まれってってまあでも密室なら信用できなかったけど広場ならいいかもなって,って。広場に行くんですね そしてリーダーらしき男がですねさあメンバーもあと今何十人集まってて指定カードポケットもね数何十枚集まってるとそして今メンバーがこう呪文カードを集めてるんだとで呪文カードっていうのは40種類あるこの40種類の呪文カードさえうまく独占してしまえば他のアイテムを集めやすくなるだから呪文カードなんだ 俺たちの仲間に入らないかなるほどともう単独で何かやってクリアできるようなゲームじゃないんですよもうカード化限度枚数と呪文の掛け合いでもうバッチバチに争って10年間誰も100枚集められなかったのはそういった障壁があるからなんですさらにそこにはカード化限度枚数を開けるために人殺しもこのゲームっていうのはそういう残酷なゲームなんだって。 だから仲間にならなきゃダメなんだって言われてですねどうするゴンっつってキルアを言うんですけどゴンはですね「いや俺は嫌だ仲間に入らない」って言ってですね逃げるんですねおいどうしたんだよゴンっつね。てあいつら嫌いだよつっつなんでだってこのゲームがまるで殺人を促してるかのようにあいつら言ってただろうってねこれはだってジンの作った親父の作ったゲームなんだ そうなんです。親父を否定されてるようで怒ったんですね。親父が作ったゲームなんだ。現に魔法の中に人を殺すカードなんて一つもないだろう。悪いのはプレイヤーじゃないかと。悪いプレイヤーがいるってだけなんだ。俺はそれが許せなくて、あのグループには参加したくないって思ったね。いうわけですね。で、なるほどな。お前らしいや、ゴン。じゃあ俺たちで頑張るか。って言って、ゴンとキラーを抜けるんです。ところが、その残ったグループの中にはあ、俺たちは参加するって人たちもいたんですね。そういった、 仲間になってボマーに対抗してかつカード化限度枚数とかを自分たちでうまくコントロールして独占しようぜっていうグループの動きもその後見ていくことになりますじゃあ仲間になるなじゃあこの40種類のスペルカードを全部覚えてくれって言ってメンバーに配るんですよそのグループのリーダーがねそしてですね我々読者もですねそのリストを見ることになりますはい40種類の呪文と精密な条件がですね ペペペーーーーージジジにわたっってて書いてありますライトユーザーだい入ってます <laughs> 何このよ40種類の呪文とその効果が書いてあるだけの4ページ何なんて1ページにつき10個ほど書いてあるんですよこれはこうこ,これをやるとこうなるこれをやるとこうなるそれだけの4ページなんですねただ我々漫画大好き状態人間からすると ほほうと40色どうやって駆使するんやろと一個一個ね緻密なんですね例えば一つのカードはですねこのカードを出すと指定ポケットの中から一つランダムで奪うことができるとかもあるんですよでももう一個違うですね能力はですねこのカードを出すとフリーポケットの中から1枚ランダムで奪うことができるそれ違う呪文なんです 指定ポケットとフリーポケットの違い皆さん覚えてますか指定ポケットを100枚集めたらコンプリートでゲームクリアのレアアイテム。フリーポケットはそうじゃないアイテム。そういうことですよね。はい。あと呪文を跳ね返すとかですね。えー、その中にですね、重要な呪文があります。それホワイトボードに書いてますね。最初にですね、トレースオンって言ったのが追跡っていうカードなんですね。これは、そのプレイヤーが、その後にどんなカードを持ったかの情報が全部入ってくるっていうカードでしたね。セット、ね。 この,この窃盗というカードが今のですね、フリーポケット。ね。あの、指定ポケットの中から1枚奪うというカードですね。で、この磁力っていうカード。マグネティックフォースっていうね。これはどういうカードかというと、今まであったプレイヤーのもとに行ける。飛んで行ける。だから、キルアとゴンが離れたときに、キルアのもとへ、マグネティックフォースってやると、ビュンってキルアのもとにこう、飛べるっていうことですね。それと似た能力がアカンパニーという、同行という能力ですね。アカンパニーは仲間と一緒に。 ねあの、自分が連れてきて仲間と一緒に今まで会ったことのある人や行ったことのある場所に行ける。はい、これです。なので、キルアとゴン、両二人ともで今まで行ったことのあなる入り口のあの、小屋まで戻ろうっつって、入り口の小屋って言ってビュンって戻ったり、逆にキルアとゴンが今まで会ったことのあるプレイヤー、さっき情報を話してくれた人のところに戻るっつってビュンって戻る。ことができる。これがアカンパニー。このアカンパニーとマグネティックフォースの違いとか、 このステイポケットとフリーポケットをどっちをランダムで盗むかの違いとかが細かく40種類書かれているページが4ページあります。それを読んでいただいてちゃんとな中身を把握していただくとこのグリードアイランド編非常に面白いんですが分からなくても分かるように今回説明させていただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、そんな中ですね、そのボマ、怖いですよね、爆弾魔。ね。 ボマーって誰なんだろうねっていうことが一つありながらキルアとゴンはですねそこではい町から街へですねそのカードにまず翻弄されるんですよ。その、えー、マグネそのねカードを盗まれるっていう呪文をですねひたすら作り出されるんですよ。 何かで言うと、自分の自力でアイテムゲットするチャンスがあるんですよ。じゃんけん大会勝ったらこのアイテムとか、なんとか力自慢大会で勝ったらこのアイテムっていうのが、イベントごとが用意されてるんですね。で、実際にゴンとキルはですね、そのイベントごとに参加してカードゲットするんですよ。カードゲットした後ですね、そう、いろんなやつに囲まれてですね、呪文カードでそのカード奪われるっていうですね、そういう経験をするんですね。はい。この呪文カードを奪う奪われるの下りとかも非常に面白いんですよ。ね。 指定ポケットに入ってるカードをくれって言ってですね。レアアイテムさっきお前取ってたよな。はい。じゃあこの指定ポケットのカードを奪うカード出します。残念でした。お前ら素人はそうやって奪われるんです。こっからが本番でっす。言って出されたんですけど、指定ポケットには何もありません。ブえなんでってね。これなんでだと思います これはですね、なんと指定ポケットに入れるべきカードをフリーポケットに入れとくというやり方であのその呪文を回避するというやり方もあるんですよ。 おいおい、そしたらですね、別のやつが出てきて、おい、フリーポケットの方に入れてんだろはい。<laughs> フリーポケットからもいただきます。お前らさ、まだカードは多くねえから、フリーポケットからランダムでも絶対さっきのレアアでも取れるもんな。はい、フリーポケットから1枚奪うカードをビュンってやったらですね、ボン。あの、フリーポケットにも入ってますね。なんでだよ、ってね。キルアがゲットしてたけど、ゴンの方のフリーポケットに入れてるっていう、あの、回避の仕方もあるんですよ。 そういう,そういう下りが行われます要するにゲームの中でのルールとそのルールを裏から利用しようとするプレイヤーとそれをさらに回避をしようとするゴンキルアっていうのが丁寧に描かれます、はい、<laughs> すごいなとねフリーポケットガード4まであいつらあの気づいてやがるとはとかってそういう,うに話になります。グリドドアイランドっちり楽しむんですね その上でグリードアイランドですね。そのアイテムが集まる街とですね、その呪文カードが売られてる街ってのは別なんだっていうことを把握して、やっぱりそのね、呪文カードで全してやられちゃうから、やっぱ呪文カード超強いんだなっていうこと要するに念能力で強いから今までなんとかやってきたわけですよね。ところがこのゲームの中では呪文カードを持ってたら、念能力に上回る効果があるっていうことを、 痛感させられた2人はですね呪文カードが売っている魔法都市マサドラというところまで行かなきゃっていうことで行くんですがその途中ですねなんとモンスターも出るんですよもうドラクエみたいなんですもうバカでかい獣がですねいっぱい出てきてですねうわこいつ強えなみたいになるわけですねそこで出会うのが第2の師匠、はい、第1の師匠っていうのはあの天空闘技場でズーッっていったですねあのウィングですよね はいあの念能力を教えてくれたウィングですよねあのウィングじゃなくてですね次の師匠が現れますそれがビスケですビスケっってていいうでででですすすねねねちっちゃい女の子がです、ね、ゴンとキルアをつけてるんです、ね、でそのビスケはですね同じようにバッテラーに雇われたハンターの中の一人としてなんかモブキャラかなっていう感じでツインテールの可愛い女の子なんですねフリーの服着てる可愛い女の子はですねいたんですけどもなんか頼りなさそうだなーって。 モブキャラとして出てたんですけどそいつをずっとつけてきてるんですねゴンとキルはねで何だろうとね「私を仲間にしない」とか言うんですけどね「うるせえな」とか言ってね「あの足手まといになるからいらないよ」とか言うんですけどねあのそのツインテールの女の子がついてくるんですねそして一言言うんですね「彼らもったいないわね」っていうわけですね実はこのビスケっていう女の子はむちゃくちゃゃくレベルの高いハンターなんですねしかも実はですね50代半ばなんですよ ちっちゃい女の子のビジュアルをしてるのは念能力と短力のたまものでですね自分の願った本当に可愛いビジュアルになってるだけで本当はですね50代半ばのの筋肉パンパンン女性ななんんでですすよっていうキャラクターなんですそれがちっこいからですねゴンとキルはもう舐めてですねいやいや君とは仲間にならないよとか言ってるんですけどそのビスケがですね「彼らもったいないわね」とかですね「動きはいいから鍛えたらものになりそうだな」ってなってですね それでゴンとキルアがモンスターで倒せないっていう,うモンスターが現れたときに、えー、コツを言うわけですね。あなたたち念能力の使い方なってないからと。でこうするのああするの。そんな中に、えー、先ほどね天絶連発とかね言ってたの応用版が出ます。それが行です。はい。ちょっと待って。呪文カード四十種類が覚えられなくてパニック状態の中。 念能力四大行の応用形「行」を出すのだけはご勘弁くださいという皆さんその発言はごもっともなんですがこれはもう念能力というものとカード能力というものが複雑にかかみあるグリードアイランド編ならではの醍醐味でございます「行を鍛えなさい」とかって念能力の修行が始まるんですねカードゲームの呪文のカードを集める街に行く前に念能力の修行をするんですよ すごい。そこで強くなったゴンとキルアが、ようやく魔法都市に行ってカードを集めれるようになるんですね。つまり、このカードゲーム、このですね、ゲームーをやっていく中で、この街から街に移動する中で、ちょうど強いモンスターがちょうど配置されてる。実は。で、ビスキは途中で気づくんですね。はい。これあんたのお父さんが、ね、ジンが開発したゲームだって言ってたわね。ねジンを知ってるのね。 ジンは有名だから私は知ってる。会ったことはないけど。ジンはだから、そのビスケっていうすごい一流の年ね,ね、あの、能力者が知ってるぐらいのハンターだっていうことは明らかになるんですけど、会ったことはないと。その上で、やっててだんだん分かったと。あなたたちをモンスターと共に鍛えてて分かったけど、このゲーム、ちゃんと一から、こう、しっかり取り組めば、念能力や戦闘能力が鍛えられるようになってる。多分これ。 ジンがゴンを鍛えるために作ったゲームなんじゃないかっていう仮説をビスケを持つわけですね。すごいな、これって。その上でゴンとキルオは順調に成長していきます。そんな中、あのボマーの事件に進展が起きるわけですよ。ね。あの仲間を集めてたグループがいましたよね。 仲間にならないかそうすれば呪文カードを独占できるから。そしてボマーの危機からも回避できるからって言ってたあのグループがですね、ついにメンバーをですね、さらにあの、理想の人数にしてカードもかなり集まったと。ね。えう、ー、90枚。100枚中90枚集めましたというところで全員でですね、あの、集合して縮小してたんですね。さあみんなありがとう。90枚集まった。えー、メンバーも何人集まって。 えー、残りの10種類の中の7種類も今はどこにあるかっていうところまでは把握してるだから、えー、おそらくあと数ヶ月で俺たちグループがこのゲームをクリアするだろうって言ってですねわーってなってるんですねその前の最初にさあの誘ってきたグループでねそのリーダーが喋るわけですよじゃあここで一つ発表させてくれね高生青年っぽいですね最初に説明してたリーダーが出てくるんですね私がボマーだ いうわけです、えー、全員が「<laughs> どどどど,どしたんだよお前」とか言って、ね「私がボマーだ」わけですねそしてお前たち全員にもうすでに爆弾は仕掛けられている能力のこの能力を使う条件は一つ体に触れながらボマーということつまりボマーが現れたらしいぜとか言ってみんな触れられてるんですよボマーって言いながらこの能力は 触れながらボマーっていうことを言われると爆弾をセッティングされるっていうそういう念能力だったんですね。そういえば全員みんなハッてそって,ってそういえばボマーに気をつけろよとかボマーが最近現れてるって言って触れられてた。そしてこの能力の解除の仕方も教えてやるよ。それはこの俺に触れてボマー捕まえたっていうことなんだ簡単だろうと言って。そしたらですねそれを聞いたやつがですね飛びかかってですね その男に飛びかかるわけですねするとですねその飛びかかった男に手を顔をガッと掴んでですねその顔を爆破するんですボーンって、ね、あ言っとくけどお前らに捕まるようなそういう弱い男じゃないからねこうなるからね爆弾セッティングするだけじゃなくて俺は掴んだものを爆発することができるからよろしくその上で俺,の俺にタッチしてボマー捕まえたって言えばいいだけ何で説明したか教えてやろうか この能力全部を説明することがお前らにセットした次元爆弾のスタートの条件だからだって言って全員の方にですね爆弾がバーンって念能力で浮かび上がるんですねうわーってでカウントダウンされてるんです、ね、カチカチカチさあ俺を捕まえてみろって言ってですねカードを出してですねリターンって言ってビューンって呪文カードでどっか行っちゃうんですねうわーやられたーってその上でですね その数十人のグループがですね「おいどうすんだよどうすんだよ次元爆弾つけられてどうすんだよね」ねでメッセージが託されるんですねこのその男っての名前はゲンスルーって言うんですよこのゲンスルーがボマーだったんですねゲンスルーは9枚持ってて残り数十人で81枚持ってるその81枚を一人に託してゲンスルーのとこまで持ってこいということですででゲンスルーは1回ですね 小屋にに戻った後にですねゲームの外にも出てるんんででですすねゲゲーームムのの外外っに戻るっていうカード自体がまずレアな呪文カードなんですけどそのゲームの外に1人で来いとなんでかっていうとゲームの外にですね仲間が待ってるからですねゲンスルーの本当のそのグループが全員カモにされてたんですよ 集められた上で爆弾セットされて、ボバーに対抗するために頑張ろうねって言って、みんなでカード集めようねって言ったんだけど、結局はですね、もうカモにされて全員が爆弾セッティングされてたんですよ。悔しいよ、ね。でもあいつあまりにも立てられたね。最初に飛びかかったやつってのがめっちゃ武闘派なやつだったんですよ。それをあんな身のこなし方でかわして顔面爆破するぐらいだぞ。相当ゲンスルーはまず強いと。その上で全員に爆弾をセッティングして起動するほど念能力も長けてる。 勝ち目がないだからおとなしくカード渡そうこうなるわけですで全員が泣きながらですねカードを持っていくんですねビューンって,ってねそしてそのカード持っていこうと「いやでもまだだまだだ」って言うやつもいてですね一回交渉に行こうって言って、ね、それで一回ですねゲーム外に出てですねあの「カードは持ってきてないが交渉させてほしい」とか言うんですねでその交渉をさせてほしいってやつはですね「ダメだよ」っつってね「ダメだ」って言ってる、ねうん、んだろ で言って、その交渉に行ったやつのですね、その首が送り返されてきてですね、もう絶対にカード81枚をちゃんとよこさないとダメと。ね。でその上で、その首をメンバーのところに持っていくために、ゲンスルーの仲間、あの仲間1がですね、もう一回ゲームの中に入って首を渡すんですね。で、おい、お前、お前らつ、あの、もう首をな、あの、持って帰れと。その上で、あの、 次ちゃんとしたあの81枚持ってきたやつが来なかったらあの全部ぶっ殺すからなとその上であのリープ出せとリープっていうのがゲームの外に出るっていうカードなんですねリープはすごいレアカードだからそんなに渡せないよ渡せないよじゃないんだよお前ら爆弾解除してほしいんだろ減すると味方1俺と味方2が親指をこうやってくっつけてリリースってやったら解除できるんだから俺戻んないとお前結局解除されないぞ だからよこせよリープって言ってバッて言って取って帰るんですねところがこれがまた罠なんですねそれで結局81枚をですねもう渡さざるを得なくなってグループは全員81枚渡すんですそれで「ああ渡してくれたな」って言ってですね「じゃあありがとうございました」っつって「じゃあまあ見ててくださいね」っつってこうやって親指3人で合わせて「リリース」って言った瞬間に81枚のカードを渡した数十人の頭が吹っ飛ぶんですボーンってああゲラゲラ笑うんです、ね、ゲンするが <laughs> おいおいおいこれは爆弾解除の合図じゃなくて「起動スイッチ」の合図だよあー <laughs> カード90枚と全部を手に入れたもうちょっとでゲームクリアだっていうゲンスルーっていう男とねその仲間2人っていうのがですねものすごいやり方で、えー、クリアに一番近づくというのが描かれます。ね怖いですね。 でもそれがですね新撼させるんですねボマーがゲスルーだったそしてゲンスルーはその本当の仲間2人とともに今までのカモにしてた奴らのカードを全部ひっくるめて90枚確保したことでクリアに最も近づいたということが全員にねあの知れ渡るんですねそんな中でですね1人ゴン・キル・はビスケの元に来た男がいるんですねうんそれがかつそのゲンスルーグループの中にいた1人だったんですよで爆弾が こうついてる男なんですね、はい、爆弾がついててそのでもでもんでかというとおそらくゲンスルーはカードを渡しても爆破するだろうということを読んでる男が一人いたんですよ。なのでんとかしてこの情報をシェアした上でみんなでそのそのゲンスルーに恨みを返してくれないかって言いに来た男が一人だ。 で、分かった。ゴン・キルアはその男からゲンスルーがバグボマーだったっていう情報を得て、えー、その今度はゲンスルーを倒さなきゃっていうことを思うんですけれども、その男ってのは実はキーマンなんですね。その男はですね、なぜその爆弾がついてるのに、カードを渡してみんなと一緒にいて爆弾爆破されなかったかというと、その後森の茂みに入ってって、除念しよう、言うんですね。除念 この除念というのが、この今回のグリードアイランドの中で最もコアになる新しい情報でですね、人からかけられた念を外すということは基本的にできないんです。ところが、除念師というハンターの念を解除する能力というものを持っている、念能力を持った人が激レアなんですけどいるんですね。この除念師というのは本当に全世界で10人いるかいないかって言われる。その除念師の一人がグリードアイランドにいたんですよ。 で、除念するぞって言ってですね、こう森の青年に祈りをかけるんですね。そして念能力を発動すると、ものすごい気持ち悪い生命体が現れて、その生命体がこの爆弾を飲み込んで、溶かしてなくすんです。ところが、この除念誌は、ただでなくせるわけじゃなくて、その生命体がずっと取り付いた状態になるんです。で、その生命体を消すには、その、 能能力力ををを解除する方法をやらなななななききゃゃいいいいけけけもしくはその念能力をかけた人が死ななきゃいけないつまりゲンスルーが死ぬかゲンスルーにタッチしてボマー捕まえたって言えばその生命体は消えるんですだからそれまで生命体にこう気持ち悪い生命体に巻きつかれながらボロをかぶってですね俺はもう,もうまた気を潜まな気をうかがわなきゃなって言って隠れるこの助念師の存在っていうのが実はむちゃくちゃ大事になってきますなんでか 助年師が最も必要なキャラクターっていうのがこのハンターハンターにいるからなんです。何かクロロですよ。クロロは心臓に知恵巻きつけられてるんですよね。その上で念能力は使えないし、団員誰とも接触できないっていう、その念をかけられてる。そして占いで東か。東に向かった。助年師を今探してるのがクロロなんです。さらに、 クロロが念能力が使えなくなったことで、悲しんでる人がもう一人いるんですよね。それヒソカですね。そのヒソカっていう男も、助年師を探してるんです。そんな状態。そんな中ですよ。そんな中ですよ。はい。そんな中。ゴンとキルは、ボマーであるゲンスルーがやばいっていう情報を得ながら、ゲンスルーがやばいって思ってる他のプレイヤーたちから協力を仰がれます。ね。なんでかっていうと、結構枚数集めてきてるから。 ゴンキルはビスケでですね、結構カードを集めたんですね。あなたたちもかなり有力なプレイヤーのチームの一人でしょと。その中で、私たちは協力しないと。ね。まだゲンスルー組が全然手に入れられてないカード、それを先に独占することで、私たちでゲンスルーに一泡吹かせてやろうと。です。枚数では勝てないけど、ゲンスルーが手に入れてないやつを先に独占しちゃえばいいんだ。という考え方ですね。1枚でも独占したら100枚公明、 プリとできなくなくりますからだから協力しようという反ゲンスルボマー組っていうのができるわけですそしてまだゲンスルーが手に入れてない一つの海岸線というナンバー2のカードを手に入れることになります手に入れ,入れに行くことになりますそのナンバー2のカードっていうのは誰も発見できなかったんですこの港町にあるっていうエリアエリアだけは分かったんですけど全然町の人に情報を聞いても教えてくれないんですよカードの情報をところが 偶然にもその反ゲンスルー組で束になって行ったら情報を初めてくれたんですそれならあそこの灯台の下にいるやつら追い払ってくれたらあげるよ情報をって言われるんです急にえ今までこいつそんなこと喋んなかったのになんでだ実は人数がポイントだったんですこの港町に15人で現れたら初めて情報をくれるっていう条件だったんです。偶然だけど15人か これはゲンスルーは手に入れなられなさそうだ。なんでかというと、ゲンスルーがボマーだってことははっきりもうみんなに知れ渡ってるから、あの3人に協力するやついないでしょ。だから彼らは15人組になれないんですよ。だから絶対俺たちが先に取れるって言って、この一つもの海外線取るぞ。その一つもの海外線ナンバー2カードを取るには、あそこの敵キャラを倒さなきゃいけないんだ。15人で乗り込むんですね。そしたら、その集団戦が待ってるんですね。その、そこを仕切ってるのがレーザーっていう男なんですね。 レーザーって目が細くてですねものすごい筋肉パンパンのですね角,角刈りというかツンツン頭のですねスポーティーな男が現れてですねよし俺たちとスポーツで勝負だってここでスポーツ戦が始まるんですねまず第一戦ボクシングとかですね次は何とかとかとかってねスポーツで戦うっていう急にスポーツ戦いのですねあの描写が描かれますところがですね途中からですねビスケとかですねあのもう手抜いていいからって,言って負けてじゃあ一回帰るわって,言って帰るんですね何でか それはですね競技がたくさんあるっていうこととどんな力が強さがあるというのをしっかり見た上で15人このメンバー15人って単純に右方の州で集まってるから勝てないって判断して1回戻ろうと。でそれぞれのスポーツに特殊あの能力ある人たちをもう1回編成してあのリベンジしようってなるんですね。の中でですねいやいいやついないかなと。もっと強いメンバーが欲しいと。 あのーレイザーを倒すにはいろんなスポーツで倒すにはもっと能力のあるやつが欲しいんだけどそうだね今まであったメンバーのところに飛べるっていうさそういうカードあるでしょマグネティック・フォースとかアカンパニーみたいなあるわけじゃないですかそのマグネティック・フォースとかアカンパニーで今まであったメンバーっていうののリストが出るわけですよその中で強いやつ思い出せないかっつってバーってリスト見てたんですねそしたらなんとその名前の中にクロロって入ってるんですよクロロルシュルフルえっ ど,どういうことえ、キルはお前、クロロに会ったいや、気づいてない。え、街の中に来てるってこといや、でもおかしくないかだって、クロロって、今、念能力使えないんだよね。念能力を使えない人間は、このゲーム入ってこれないよ。だって、念能力を発動するのが、このゲームに飛んでくるっていう条件だったもんね。そうだな。ってことは、もう念能力を解除されてるんじゃないクロロは念能力を解除すでにして、グリードアイランドに潜伏してるんじゃないって思って、電話するんですよ。 クラピカにねゲーム世界からその現実世界のクラピカに電話してそしたらクラピカ出るんですね「うん、どうした?」ってね「クラピカクロロがもうすでにお前の念を解除してるっていう可能性はないか?」聞くんですそしたらクラピカが「ないそれはない」なんでかっていうと解除したら分かるっていう能力だから解除されたら分かるから俺がでも解除されたっていう合図が来てないから解除されてない、うん、っていうか解除されるかされないかとかっていうそういうことってあるのか いや、あるよ。それ、助念師っていうのがいるから。そうなのか。なるほど。助念っていう概念もあるんだな。それはそうだろう。念をかけることができれば、解除することもできることはあるだろう。それぐらいわからないのか。お前ムカつくな。うるさいとか言いながらですねそ、ガチャンと切ってですね。そうか、クラピカがじゃあ、あの、まだ言ってないってことは、クロロは念を解除してないわけだから、こいつは偽物なのか。とりあえず、この偽のクロロでもいいから、一回、 アカンパニーで会いに行こうぜって言ってですね、同行のアカンパニーのカードを使って、このクロロの名義のところに行くんですね。ビューン行くんですね。ビスケットゴンと切るわね。そしたら、その泉の麓でですね、水浴びしてる背の高い男がいるんですね。クロロという名前を入力してた。それが振り返ったらですね、密かなんですね。密かまた出てきました。ありがとうございます。密かがあら、来たかって言ってですね、実は、 このゲーム、自分の名前を入力するときに偽名で入力しても入れるっていうゲームなんですね。だから、ヒソカは、クロロっていう名前で、引っかかって自分に会いに来る人間がいたら、面白いかなと。自分の思惑通りになるかなって言って、クロロって入れてたんですよ。引っかけてたんですね。君たちが会いに来たねって言って、ヒソカかと。なるほど。なんでヒソカここにいるんだヒソカは、なんでここにいるかっていうのに対して、 うーん。嘘を適当にはぐらかすんですね。ですが、どうやら嘘だなっていうことは分かるわけですよ。ヒソカは、このグリードアイランドに助ンシがいるだろうということまで嗅ぎつけて、クロロのために助念師をこう、探そうとしてたんですね。なんでクロロのために動くかというと、クロロに助ンシを見つけて引っ張ってジョネ念してやったら戦ってやるよっていう条件をいただいてるわけです。 とにかくヒソかはクロロと戦いたいわけですからクロロはヒソかにその別れ際にもうあとは助念師探すた旅に出るなと俺はあの念かけられて封じられてるからでお前が探して持ってきてくれたらお前と戦ってやるからというのをクロロも言ってるわけですだからヒソかは助念師探してるんですけども助念師を探してるよなんてことを言ったらですねゴン・キルアはクラピカの味方ですからそれを防がれそうだからはぐらかしてまあ何でもないかなみたいなことを言ってるわけですね グリードドアイランド面白そうだからかなみたいな感じで言っておるんですねじゃあちょっとさ仲間になってくれないとヒソかをスカウトさせるわけですよレイザーを倒して、えー、倒したいんだと強いやつと戦いたいんだろうとね仲間になるとうん暇だからいいよひそか暇だったというねいいよというわけですねそれでヒソかとゴンとキルアとビスケでレイザーを倒しに行くという、えー、このねヒソかがですね時として敵時としてね味方と。 時として敵と敵って、この密かの立ち位置っていうのは非常に面白いですね。そしてレイザーとの戦いが始まります。最終的にレイザーの念能力というのがですね、その、いろんなですね、のレイザーと14人の悪魔たちですね、最大14人まで自分のその、分身を作れるんですね。分身といってもですね、この番号がついたかぶ帽子をかぶってる分身なんですけどね、そういう分身を作れるんです。1番から何番みたいな。それで、俺たちでドッジボールをしよう。最初にドッジボール対決なんです。ドッジボールここへ来て。 少年が最も好きな競技、それがドッジボール。皆さん分かってるでしょうかあんなに暴力的なのになんかスポーティーなものはありません。そうです。人にボールをぶち当てていいんです。ボールをぶつけないで人に向かって投げてはいけません。そんなことがですね。 チャラになる唯一のゲームです。野球でもバレエでもサッカーでも人に向かってボールを投げたり打ったりすることはいけません。ですがドッジボールだけは人の顔面にぶつけることを最上の喜びとして良いというそういう競技になっておりますので今回ハンター×ハンターでドッジボールが選ばれました。ありがとうございます。レーザーがドッジボールで勝負だ。なるわけですね。よし。心がこのね、ドッジボールがまあ大変なんですよ。ね。ゴンがですね、そのドッジボールで対決するときにね、えー そのジンの名前を出したときにですねお、おお前ジンの息子かこうね、レイザーが言うわけですね。レイザーというのはゲームマスターの一人ですよね。非常にレアアイテムを作る、レアアイテムを管理しているゲームマスターの一人ですね。このレイザーというのは他のモブキャラと違ってですね、あの、もう、ものすごいこう能力者ですから、あ、ジンの息子かね。そうか、ね。ジンから、 息子が来たら手加減するなって言われてるからなとか言ってですね、そこから顔つきが変わるんですね。人、人ね、このレイザーの顔、顔つきが変わるんですね。うん。それで本気出すよって。で、レイザーがですね、そのボール投げるんですけどね、その投げる時のですねは、力半端じゃないんですね。もうとんでもない怪我するぞっていうボールを投げていくんですね。はい。殺し合いです。はい。ドッジボールという名の殺し合いが始まるんですね。これがいいんですね。ところがこれをですね、ゴンキルは密かの超連携プレーで、 乗り切るこれが面白いねゴンはどうしたか実はゴンはですね強化系の能力だったでしょ強化系の能力をですねより強めて拳にですね力を貯めてですね最初はグーじゃんけんポンっていう合図とともにですねとんでもない強さのパンチを打つというですねそういう必殺技を手に入れてましたそれをこのドッジボールで使うとどう使うかはいキルアがボールを持つんですね そしてキルアが持ったボールをその念能力の塊でコーティングした拳でぶっ叩く。はく、い、それがですねボールを持ってもらってパンチしてもらうパンチするとポンそれがですねものすごいレーザーのですね手下のですね一番でかいですねキャラをですね吹っ飛ばすんですよすごいすごいけど代償すごいですねキルアの手がボロボロになるっていうねシンプルな代償。はい て、キルアの手がボロボロになるという代償があるんですけど、それをですね、キルアはポケットに手入れてね、なんでもないぜとか言っていいやつ。キルアすごいいいやつ。はい。そんなですね、戦いをします。はい。その上で、その、ドッドジボールにバンジーガム使ったりですね、もう基礎奇想天外な戦い方で,ですね、レーザーを倒します。はい。もう、ここからスピード上げていきましょう。 もう中田パニック状態、時空が今どれくらいの状況で流れてるか分かんなくなってきたので、もうレーザーとのね、もう楽しかったね、あの戦いもね、レーザーがビューン投げる、それをね、ゴンが受け止め、キルアがクッションし、そして人が、ヒソカが包み込むとかね、3人で3人で合わせようとキャッチみたいな。中でもキル、真ん中にいるキルアのテクニックがすごいってね、普通にいたらね、キルアパンクされて潰されちゃうところ、うまくその力を配分を奇跡的なゾル アルディック家のセンスで <laughs> ゴンが受け止めたのをゴンの体でこうしてそれをキルわにうまく伝えてとかでそういうのがありましたでも結果的にレーザーに勝ちますで一つの海岸線というレアカードをゲットしてそのゲットしたということで今度はゲンスルーに狙われますそしてそのゲンスルーと直接対決をすることになるんですねゲンスルーとの対決は最終的にそのビスケと、ね、修行の結果得た必殺技をうまく使うんですね プラスカードをうまく使うんですよ。ゲンスルを最後落とし穴に落とすんですね。巨大な落とし穴。地面を叩いて巨大な落とし穴に入れる。そしてそれをですね、なんと巨大な岩で塞ぐんです。どうしてそんな巨大な岩がすぐに現れたかというとカード化してたんですね。実は物をカード化するっていうことができる世界でしょ。 ってことは巨大なものがカードとしてフリーポケットに入れとけるんですよこの,このグリードアイランドならではの戦略で巨大な穴を掘って,掘っておいてゲンスルーを落とした後にそのカードをものとして巨大化することでその穴にふ塞ぎますそしてゲンスルーがその巨大な穴でそのおお塞がれたら潰されないためにですねなんと横穴も開けとくんですね。 はい。穴あります。落ちます。そこに巨大な岩がカードで落ちてきます。それを避けるために横穴。これ意図的に作ってる。横穴にゲンスルーがひょっと逃げて入ったところでゴンが待ってて、そこでものすごい必殺技のパンチをぶったたくというやり方でゲンスルーに勝つことができたんですね。頭脳プレイです。 カードと念の必殺技を両方組み合わせて勝つという頭脳プレイでゲインスルーからカードを奪い取ることができた。そしてカードをコンプリートすることになり、このカードコンプリートのですね、最大のご褒美。エンディングが見えるだけじゃないんですよ。実はみんながですね、このグリードアイランドをやろうって言ってたのはなぜかと言いますと、この指定ポケット100枚の中から現実世界に3枚だけ持って帰れるっていうご褒美があるんですよ。 このレアアイテムの中には、に、生きた人間を生き返すっていう大天使の息吹っていうね、そういうレアアイテムがあったりとか、ブループラネットっていうもう現実世界にはないぐらい美しい宝石があったりとかするんです。なのでビスケとかはブループラネットが欲しいとか、ね。あとバッテラっていう大富豪いたでしょ。あのバッテラっていう大富豪がなんでゲームをね、すごい財産でかき集めたかというと、自分の若い恋人の病気を感知させたくてやってたんです。ね。 なので大富豪のね、えー、望みとしては大天使の息吹を持って帰ってきてほしいって思ってたんですけど、えー、バッテルはですね途中で恋人が死んでしまったことでその全員にですねもうカードは持って帰らなくていいとでその代わり懸賞金も渡さないっていう形であとは自由にっていう風になったので大天使の息吹を持って帰れなくなってよかったので「キルはビスケゴン」でですねそれぞれ3枚ねあの持って帰っていいアイテムを選べるようになったわけですよ。何持って帰んのあんたたち私はブループラネットだけどなんってビスケが言うわけですね。 そこでですね、ゴンがですね、これがいいっていうわけですね。で、キルアが、へえそれ面白いねって言って、意外なカードをゴンとキルアが持って帰るんですね。それが何なのか。実はですね、聖騎士の首飾りっていうカードと、一坪の海岸線っていう,う,う指定ポケットのカードを持って帰るんです。この聖騎士の首飾りっていうのは、カードやアイテムの偽物を、かどうかをばらして、 本物に変えるっていうやつなんですね例えば、えっと、魔法の力で、えー、刀に変えられていたただの石とかは聖騎士の首飾りの効果を使えば、えー、元の石に戻ったりしますつまり変化させたものを元に戻すって効果があるんですねはいこれをですね実はうまく使ったはい一つもの海岸線と聖騎士の首飾りそんなのでいいのビスケは思ったところがよしもらったねって言ってですね 聖騎士の首飾りを使って、その一粒の海岸線を元に戻すっていうやり方をしました。それ何かもともとはアカンパニーのカードを魔法の効果で聖騎士の首飾りにして指定ポケットに入れたんです。どういうことかアカンパニーっていうカード、呪文、スペルカードはですね、要するに指定ポケットカードではないので、指定ポケットカード3種の中に入らないから持って帰れないものなんですよ。ところがそれをフェイクという呪文によって、 えー、一坪の海外線に化けさせてたことで持ち帰れたんです。現実世界に。その上で聖騎士の首飾りのカードを、効果を使ってアカンパニーに戻したんです。そのことで、ゴンとキルアはアカンパニーのカードを現実世界に持って帰ることができました。それの何が嬉しいのここです。それの何が嬉しいの金銀財宝じゃないの。皆さんお忘れでしょうかゴンの目的は人に会うことだよね。 ジンに会うんだよね。だから、このアカンパニーを使ってジンの元に飛べるやん。なんでと。今までゲーム内で会った人だよ。ゲーム内で会った人のリストをかつて見たのよ、ゴンがね。すると、最初にね、最初に小屋から降りて、その前にはね、ゲンスリに雇われたもう一人の年プレイヤーと最初にね、すれ違ってるんだけど、その人の名前よりも一個前になぜか名前が出てたの。これ会った順に出てくから。 これ合ってないよね実はゴレイヌっていうプレイヤーと最初にこう合ってるはずなのにリストにはもう一個上に書いてあったのニッグっていう名前の人と合ってるはず合ってるってなってんのニッグなんて人と合ってないよでも待ってここですねはいここでもうもう,もう,もう上手の方が働きますね「NIGG ニッグ」アナグラムで入れ替えましょう「GGI」えっ ど,ど,ど,どなうなってん ?NNIG なのかな <laughs> ニックを入れ替えるとジンになるって話なんですよえこれジンと来てたのそういえばもしかしたら子供の頃親父とあの地平線を見た気がする親父がゲームできた時に子供だったらゴンを連れてきてたんじゃないかそうだよ俺ジンとここ来たことあるんだだからニックっていう、ね、偽名でジンの名前で入ってるんだだからアカンパニに使えば親父に会えるっつって「よっしゃ!」っつって。 アカンパニーをこっちに持ってくるウルトラシ、ねえーでフリーポケットの、えー、スペルカードをフェイクの魔法で、えー、擬態化させてそれを聖騎士の、えー、首飾りで、えー、それをもう一回戻すことによってアカンパニーをゲットしてそれがニックに会いに行けるやつやいけビューンたどり着いたら桜の木が入ってたんですその麓で一人釣りしてる人がいるんですよ。 ジン,ジンなのいくわけですね。ゴンか。振り向くんですね。その男が、ジンじゃなかった。カイトだったんですね。おお、久しぶりじゃない。カイトカイトどうしてカイト、いや、わかんないけど。あ、確かにグリードアイランド昔ジンと一緒に行ったかもな。その時、ニッグっていう名前入れたかなどうだったかななんだ、そういうことか。 えー、でも「久しぶりで嬉しいよカイトなんて言ってカイトとジンとゴンで話が盛り上がるんですでも実はこれ種明かしがあるんですよね。これでいいの過去に戻ってですねそのゲームマスターのおお女のお受付の女の人がですねジンの仲間なんですよね。「ジンそ,そんなやり方でいいの?」つって,って「ああそうだジン過去のジンのセリフが出てくるんですね」うんね。もしあいつがアカンパニーを使ったらカイトのとこに飛ばしてくれ。 マグネティックフォース使ったら俺んとこ飛ばしてくれそんなことできるかできるけどなんでマグネティックフォースっていうのは一人で会った人に会いに来るんですねアカンパニーっていうのは仲間とどこかに会いに来るんですよねつまりゴンが一人で会いに来るんだったらいいけど誰か一緒だったら他のところに行ってくれっていうわけですよねえ何それみたいな会ってあげればいいのにみたいないや 一人で来る勇気がねえやつとは会いたくねえし、なんだろうな、めんどくせえじゃん。ぐらいの感じなジンはね。でもそれがね、すれ違いで、マグネティックフォースじゃなくて、でも、友達紹介したかったの、ゴーンは。キルアを最高の友達だって紹介するんだなんて言ってたのに、結局カイトの元に行ったんだよね。うん、ここですれ違いなんです、グリードアイランド編。でも、この親父のジンのですね、この計画通り、ゴーンはですね、このゲームの中で成長したわけですよね。いや、よかったよかった。 面白かったなとしかもこのカードを使ったり念能力を使ったりのこの入れ替わり現実世界とあれの入れ替わりねこれ種明かしをすると実はですねグリードアイランドっていうのはゲームの仮想現実の中ではなかったっていうことも明らかになるんですね途中で実は親父たちそのゲームマスターたちの念能力で実在の島に飛ばしてただけだったんだ,だからグリードアイランドっていうのは現実世界だったんだよね 念能力で囲まれた現実世界だったっていうことも明らかになるわけです。そこら辺も含めて人ってのはものすごい面白いやつですよね。そんなゲームを使ってでも、こう、息子をですね、育てようとしたっていうとんでもないハンターだっていうことが明らかになり、さらにまだ会えないという状態になります。 でもカイトに会えたよかったよかったねえカイトよかったねねカイトといえば最初の最初でしょ最初の最初にキリアゴンにさあのハンターになれよって教えてくれた人じゃないねそういう人と再会したのよかったねところがそれが悲劇の始まりだったのですそれが悲劇の始まりみんなまだついてきてるみんなみんなまだいけるみんなまだいけるいこう ね、カイトね、久しぶりに思い出に花咲かそうよなんですね。そうだな、お前らも立派なハンターになったな。カイトは今何してんのね。カイトはですね、生物を調査するっていう,うまあハンターとしての仕事を今やってたんですね。 ああそうなんだなんんだ、っっててで、でカイトの弟子とかとかも会ってですね生物いろんな調査してんだ面白いだろレアな種があったりさいろんな、うん、まあ、まだ未発見の生物とかを見つけたりするのもハンターの仕事なんだぜ「へえカイトらしいね」なんつってね、ワイワイしてるわけですねカイトねこれが最高の友達キルアだよみたいなねありがとうみたいなわーって楽しむところがですねそのカイトのもとにですね特殊な生物の足が届くんですねはい、これ何でしょうカイトさん、ね 研究所からですね、これ何でしょうってのが届くんですね。バカでかいアリの足のようなものが発見されるわけですよ。これは見たことがないな。でもどうやらキメラアントのア,アリ、足に近いぞ。キメラアントってあの、レアな、非常にレアなアリなんですけれども、そのアリというのが不思議な進化の形をするんですね。それが接触交配ってやつで、食べて交わる。食べることで、その食べた 生物の特徴を次世代に反映するってことつまりアリが例えばなんだろうバッタみたいなものを食べて食べたとしたらですよバッタの死体とかを食べてバッタの遺伝子を取り込んだらその産んだ子供がバッタの能力を持ってるっていう食べるその能力とか形状を引き継ぐっていうその食べて進化の遺伝子を吸収するっていう接触交配っていうものをやるアリそれがキメラアントキメラっていうのはね 生物が融合していくって話ですからキメラアントでもキメラアントってこんな大きいんですかいいや数ミリから数センチのはずだしかしこれは全長で言うと2メートルはありそうだ巨大キメラアントっていうものが出てくるんですねこれはどこから流れ着いたもんだろうキメラアントの足がどこからか潮の流れで流れ着いたっていうんですねこの潮の流れたどっていくとどうやら ミテネ連邦っていういろんな国が入っている小さな島の NGL っていう国あたりから流れてきただろうということまで特定できるんです。NGL ですか。ネオグリーンライフ。NGL っていうのは特殊な国家で自治国なんですよ。しかもそれはすごく主張が激しい国なんですね。どういう国かというと自然に帰ろうっていうわけですね。自然派を歌ってるんです。なので機械文明とか そういうものを一切持ち込まないでください。自然派で暮らします。そういうなんかオーガニックな、そういう流派の人たちっていますよね、現実世界にもね。それが自治国家を作ってるって設定なんです。ところがこの NGL、悪い噂も実はたくさんあるんですね。実は機械文明を入れないって言って、自然な暮らしをしてると言いながら、裏で麻薬を作ってるっていう、そしてそれを販売してるっていう噂もある。いろいろ怪しい国だ。 さあ NGL からこの変異型の巨大キメラアントが発見されたっていうことはかなりヤバいかもしれないな。どうしてですか ?NGL でかつて伝染病が流行ったことがあるんだ。ところが NGL の政府は政府というかその組織のリーダーは一切何も手を加えなかった。なぜかというと人間が自然とありのままで接するというのがモットーだから 他国に向かって軍事的な協力を得たり、医療的な協力を得たりもしなければ、目立った何か解決策を立てようともしない。つまり、もし、とてつもない、ね、バイオハザード、ね、決めるアントによって、とんでもない人,人的災害が出てたとしても、外に漏れ伝える頃には、かなり致命的なことになってるからだと。情報がすぐ出ない。それが NGL。この謎の自治国家、自然派自治国家と、 この突然変異型巨大キメラアントっていうのは最悪の相性だぞ。今すぐ調査に行く必要がありそうだって言って、カイトとゴンとキルアで調査チームにお派遣していくんですね。ハンターとして。ところがそこで恐ろしい出来事が起きてるんですね。キメラアントは最初はですね、その巨大キメラアントとして変異体が生まれてからいろんな動物を食べていくわけですよ。巨大だから。ね。それによって、 例えば、虎とかチーターとか、そういう巨大な生物の遺伝子、死体から食べたりして、得たりしてですね、虎のような、ライオンのような、そういうア、アリとですね、虎のハイブリッドみたいなやつが生まれてるんですよ。おーとか言って。ね。そういう中でですね、その NGL にいたハンター、そのハンターが、最初はアリだった。それがアリが、獰猛な生物を食べたことで強くなった。 そのライオンとかチーターとかの獰猛な生物の遺伝子が得られて生まれたという第二世代キメラントにですねハンターが食べられちゃうんですよ人間の,人間のハンターも NGL に調査でいろいろ調査とか研究とか仕事で行ってたんですね。 ところがハンターも全員がものすごい強いわけではなくて、ハンターの中でも戦闘に特化したハンターもいれば、そういったリサーチに特化したハンターもいますよね。そんな中で、念能力は使えるが、このキメラアント第二世代には勝てないっていうハンターが狙われるんです。そしてハンターが食べられるんです。そのハンターを食べた時にキメラアント思うんです。これ、めちゃくちゃうまいぞって。 実はもうすでに人間も食べてるキメラアントがいて、それによって人的なですね、特徴とか、頭のいいキメラアントも生まれてたんです。ところがその中でも、ものすごいエネルギーを持つハンターを食べたというキメラアントが生まれてしまうんです。そのエネルギーをですね、どこに全部持っていったかというと、女王アリのところに持っていくんですね。一番いいエアサ 人間をですねにニッ肉団子のようにしてですね巨大なジョウアリのところに運ぶっていうことがあるんですねこれは普通の動物じゃなくて人間だから一番栄養価が高いからジョウアリのところに運ぶって,言ってジョウアリがバンバン来るんですねそしてもう王様になるアリを産むっていうんですねキングを産むってうもうすぐ出産だからもっといい餌をちょうだいその中でも最近のあのね念能力を持ったねその人間の餌がすごくいいねそれ,それを食べられちゃうんですその中で 女王がですね、王を生む前にですね、王を守るためのありも生んでるんですね。王を生むため、王を守るためのありも任命してるんです。それが、王、王直属の護衛軍三人っていうの。え、あの、もう、もう配置しとくんですね。その中でも一番ヤバいのがですね、この猫耳とですね、ふわふわな髪の毛があってですね。 一番頭が良くて、一番禍々しい目つきのですね、その護衛,護衛軍の中でも一番やばいやつ。それが名前をネフェルピトーと名付けられたんですね。女王にネフェルピトーと。このネフェルピトーというちょっと猫耳の入った猫の特徴を持つキメラアント。第三世代キメラアントが劇的にやばいんです。 そいつがですね、もうそのハンターの栄養分をもうそのまま発動してですね、念能力をもうそのまま使えるようになったんです。そしてこれが何なのかということを調べるために、念能力者の脳みそを解剖するっていうことをやり始める。ここがトラウマシーンなんですね。ネフェルピトーによるですね、ハンター、ハンターの脳みそ解剖シーンっていうのがめちゃくちゃ怖いんです。しかも解剖されるハンターというのがなんとですね、ゴン・キルアと同期で合格しているポックルっていうですね、 ハンターなんですよ。ハンター試験の時にですね、あんまりか弱いのだけど、あんまり強くないんだけど、ま、いろいろな吸ったもんだの結果、合格できましたって、ポックルってハンターがいたんですよ。そいつが NGK 調査でですね、仕事してたんですね。ところが、キメラアントに捕まってですね、ネフェルピトーに解剖されるというとんでもないグルテスクなトラウマシーンがあります。そしてその、ネフェルピトーは、そのポックルの解剖によってですね、水見式のこと、六系統のこと、全部を知るんですね。そして、 ハンターによる部隊を作ろうという風になるわけです。キメラアントの反、念能力部隊を作るっていうこともできちゃうんです。このグリードアイランドというゲーム編が終わった後、人間と人間の爆弾魔とかで戦った後にですね、異世界の、その異形のですね、その、新型生物とハンターとの戦いっていうのが始まります。もう息をつかせないですよ、もう。 ハンター試験をやった後に、幻影旅団っていうとんでもないグループと、オークションでいろいろやって、重労働だ、陰住だとか、マフィアだとかいろいろやった後で、予知能力だとかやった後で、その後で、グリードアイランド、親父の作った不思議なゲーム、そのゲームで、あの、ボマーが選ばれて、解除する、解除しない助年師だとかいて、なんだこんな、あだこだあって、そんな中で、決めらんと、もうとんでもないわけのわからない、エイリアンみたいなやつと戦わなきゃいけないんですね。 でこのキメラアントのその調査にカイトとゴンとキルアで向かうんですけどもこのねもうこのカイトがですねめちゃくちゃゃく強いんですよカイトもうこのキもうそのゴンとねキルアもうが憧れのこのカイトですからところがですねゴンキルアカイトでこのキメラアント第2世代あたりのですね兵隊長っていうね強いそして人童を返するっていうキメラアントを倒していくんですよ。ね 駆逐していくんですねこんなやつらが生まれてたとなやばいなってなるんですところがこの第3世代の中の護衛護衛直属護衛軍のリーダーのメフェルピトーがついにそのカイトを発見するわけですよあれとか言ってあそこにひときわ強いやついるにゃーとか言ってですねビュン来るんですねそしたらカイトが一瞬で殺知するんですね激ヤバなオーラが来る 「逃げろーキルアゴーン!」って言ってる間にですねカイトの右腕なくなってるんですねスパーンってうわー カイトの腕がーって言って、その腕のね、亡くなったカイトを見てですね、ゴンが激光するんですね。うわーって。で、うわー言うてる場合ちゃう。お前、今もうカイトの腕の部分も逃げろって、キルアがですね、ゴンバーンてですね逃げるんですね。それぐらい逃げなきゃやばいのがネフェルピトーなんですね。ものすごいんです。ものすごい能力です。ネフェルピトーが。もうカイトもですね、片腕で応戦するんですけどね。もう、もうカイトがもう逃がすので手いっぱいなぐらいですね。もうこのネフェルピトーがやばすぎる能力なんですね。 で、カイトまだ生きてるかなみたいなもう方法の手でですねキルアとゴンがね逃げ帰るんですよ、ね、カイトカイトカイトを置いていくなんてでもカイトはまだ生きてるから必ずカイトを取り戻そうとか言ってるんですけどね僕もしかしたらもうもしかしてすごく強いかもにゃーとか言ってですねこのネフェルピトがですねカイトの生首を撫でてるんですねその次のシーンでもうカイトやられちゃってるんですよあの 1> 第1話でお世話になった恩人のカイトがメフェルピトに病で殺されるっていうそしてあのハンター試験同期のあのポックルが脳みそ開かれて水見式についてリサーチされるっていうキメラハント編実はこのハ「ハンターハンター」で最も暴力的で最もグロテスクなそんなブロックになります。皆さんついてきてきますでしょうか 複雑だだけじゃなくてダークだと私は言いましたこのキメラアント編がとんんででもないい恐ろしいんですねその上でこの女王の腹がパンパンになったところで王が生まれる王が生まれるんですよまだネフェル・ピトーはカイトを秒で殺せる力があるんですけどそれは王を守る護衛兵ですからね護衛リーダーなんですよ王が激ヤバなんですよ 王が生まれるよとかね、女王様とか、みんななってだからですね王がやばいです、登場シーンがやばいですその女王の腹を突き破って出て,てくるんです、バッシャー突き破ってですねで、もう女王が瀕死になって、バッハ,ハバー瀕死になってそしたらですね、ものすごく美しい王が生まれるんですねもう完全に人間の顔です母親である女王アリは、アリの顔してるんですよ でもその栄養分で人とかハンターの栄養をも全部吸収してますからもうその次の世代はですね接触後輩によって完全進化したですねもうこのキメランアントの最新型の王が生まれるんですねこいつがですねもう女王女王とも思わないしそれまでの幹部たちも全員貸し付いてですねでもその前に「女王様が」とか言った部下がですね病で殺されるんですねスパン「二度言わすな」 空腹じゃって。そしたらですね、あの、直属護衛のね、ネフェルピトをね、ネフェルピトをはじめとするですね、3人のですね、護衛兵がですね、お待ちしておりました。こちらへどうぞってね。もう女王を鹿としてですね、王を誘導するんですね。女王様はどうするんですかってね。そしたらもうネフェルピトが言うんですね。王が生まれたからあれはもういらないにゃ。と言ってですね、ものすごい残忍なんですね。その上でもう全ては王のためにね、すんごい王が生まれます。はい。この王はですね、 後に名前が明らかになるんですが、この名をメルエムって言うんですよ。この王メルエムね、実は女王がですね、その後に瀕死になってですね、助からずに死ぬんですよ。絶命するんです。でも絶命する前に、あの、ね、王の名前はメルエムと名付けるって言うんですけども、それはもう知ったこっちゃない。王は、そのメルエム、王はですね、生まれてですね、もうその暴虐の限りを尽くすんですね。もうとにかく濃い味をくれと。 で人間をですねパッと食べてみてもですね薄いなぁとか言ってねあの濃いのは何じゃとか言ってねあれはハンターでございますと。念能力が使えるハンターというのが濃い能力でございますとね足りんなぁ。NGL この NGL という国家にはそんなにですねハンターがいないんですね。なのでハンターがいそうな国に行きましょうって言ってこの。 ミテネ連邦の中のですね、こう、東側の国、東ゴルト国ってあるんですよ。これ東ゴルトというのがち、小さいながらに独裁国家で、とんでもないですね、王様がですね、その護衛とですね、喜び組みたいなのを作ってですね、もう、協力の限り尽くしてたんですね。その護衛たちには年能力者がいたんですよ。そいつらを食べに行こうって言って、ゴルトまで行くんですね、飛んでですね。王様、王様を持ってですね、ネフェルピトルとか飛んでるんですね。もう飛べるんですね。もう、もう、超生物なんですよ。 もう飛べるし念能力使えるしって超生物がですねもう東ゴール島に降り立ってですねそのなんだ侵入者かとか言ってるですねこんなバキバキの,、ね、あのハンターたちをですねもうどんどん食べていくんですね、うん、でそれでその独裁者が作ったでかい宮殿を、うん、ここを拠点に人間を食おうとそういうふうに決めるわけですねここを肉樹園と名付けよう、ね、果樹園じゃなくて肉樹園と名付け人間処理場にしようとう恐ろしいセリフ <laughs> 皆さん言ってることある ここを肉汁炎と名付け人間処理場にしよう最高 <laughs> やろ最高やろそれが王なんですよアリの王メルエムがここを肉汁炎と名付け人間処理場にせよとか言ってですねはっとか言ってですね始まるんですねそして東ゴルトのですねその元々の独裁者も病で殺されるんですけどもそれをですねネフェルピトが念能力で治すんですすんねネフェルピトの能力ってのはこれまた恐ろしいんですよ どういうい能力かこれはですね操る能力とすごいですねこうアームをたくさん持って手術みたいなことをしてですね人間をつなぎ合わせてですね操り人形にするというだからイルミの最強版みたいなことですね。 針打ってですね、操るというイルミンですね、えー。あいつのですね、最強版で人間をズタズタにしてもですね、えー、修理、治療することもできるし、その治療した状態で操り人形にすることもできるというですね、恐ろしいのがこのネフェルピトの能力です。このネフェルピトはこの東ゴルトの元々の独裁者をもう一度生き返らせてですね、操り人形にしてですね、あの、政治家として利用し始めるんです。どうするか。国民大会を開くって言わせるんですね。 国民大会を開く全員をを集めよううと言って要すすするにだから肉っていうででねねその人間をです、ね、国,民で国民全員東ゴルフ全員をですねこの宮殿の近くに集めてその上で食用もしくはあの兵士として利用するか食用か併用かのどっちかに選別するっていうそういう会を開こうとするんです。分かりました全国民を集めて食用か併用かに分けるっていうそういう会を催そうというお話でございます。 ものすごいおぞましいでしょものすごいおぞましいんですね、それを阻止するためにハンター協会からある人物がやってくるんですねそれが誰かなんとハンター協会会長です来ましたハンター協会会長ネテロこのネテロという男はですね実はハンター試験の二次試験の時に一度現れてるんです ハンター試験、二次試験、ゆで卵を取って茹でましょうっていうあの回ですね。あれ実はですね、ゆで卵の試験の前に、あの、ある違う試験をしてですね、その試験官がですね、結構ですね、感情的になって全員を落選させた時に、それはやりすぎじゃろうと言ってですね、ネテロが一回ハンター教会試験の会場を見に来るんですね。 えー、それでですねハンター協会の会長がですねネトロがですねそのゴンとかキルアを見て彼らはいい球だなって言ってちょっとこう認知するっていう時間があるんですけれどもその時以来ですよハンター協会会長のネトロあのハンター試験の時はですねフフフォッフォ,ッフォ,ッフォというよううよな高校野なんですねこうちょっとねこう髪をねうちょっとここはツルッとしてるんだけどここは結んで白い髭を生やしてですねこうなんかもうジジイだなって感じですねカメ仙人みたいなそういうジジイですね。 そのネテロが到着するんで「すねで、わしがやるしかないのなんて言うわけですね会長が現役なんだと実はこの会長はバリバリの現役なんです実はこの「キメラアント編の」あのもう一番核になるストーリーというのはカイトっていう憧れの人をもうむざむざ殺されたという。 もう本当にあの、怒り、怒りに来るゴンというね。要するにクリリン殺された悟空状態のですね、その、カイトを殺すなんてっていうですね、あの、あのカイトというゴンの怒りっていうのが縦軸になってますけど、もう一つの軸はですね、このハンター協会会長ネテロという男という状態です。このですね、このネテロがめちゃくちゃ大事です。はい。 このネロがですね、よしやるぞと言ってですねその部下であるモラウノブというですねそれも手だりのハンターを連れてくるんですけどもゴン,キルやゴンキルはお前らはひよっこだから下がってろというわけですね俺がわしが行くと言ってその2人を使ってですねこの2人の能力どういう能力があるかというとまあ1人は煙を操って煙で兵隊を作るもう1人は仮想空間ねもう一つう特殊なスペースを作ってそこにね、あのー、人とか物体を入れるっていう能力なんですね。 この2人を連れて何がしたいかというとそのキメラアントのたくさんの兵隊をですね、えー、この兵隊を煙のを使っておびき寄せて仮想空間に呼び込んでもうとにかくネテロが全員殺すというゴキブリ放棄状態ですね、えー、仮想空間とにかく会長が全員をあれをぶっ殺すぶっ殺すっていう作品を最,最初やるんですよねどんどん送ってくれんかのとか言ってですねあの「なまってた体がもう一度できそうじゃ」とか言ってですねネテロがですね仮想空間でバンバンぶっ殺していくんですね ところがですねその遠くからですねネフェルピトを見つけるんですね会長がね「おや?」とか言ってね「まずいの?」とかねネトロがですね遠くのネフェルピトを見て思うんですねあれ俺より強くねーって言うんですねもう絶望ですハンター協会会長よりもネフェルピトの方が強いっていうのがな協会は会長分かるんですねあれ俺より強くねーっていうわけですねキルアもですね 会長に出会会ってですね会長のオーラを見てですねいや確かにすごい会長はすごいだけどネフェル・ピトーの方がもっと恐ろしかったっていうことを言われちゃうわけですよで「面白いの」なんてね「嬉しいの」って会長は言うわけですね会長の目の目色が変わるんですねどうやら自分より久々に強いやつと戦えそうだこの会長もですね戦闘に対してはもう研ぎ澄ました男なんですね 部を追求してきた男なんですよ伊達に反対協会の会長じゃないんですよ。ね、そのネフェル・ピトノが強いなんて言われてですね、久々に挑戦者の気分になれるというか、この年で挑戦者とは、ね、ちいわく、っていうんですね、あの、ちいって、意味、日本聞いたことないですよね、ちいわく、って何ですかってね、ちくわじゃなくて、ちい、ちいって何ですかって、違う枠っていうんですね。 血が沸騰するってねその時の目が劇的にやばいんですねハンター協会の会長がね「血いわく血いわく」とか言ってですねむちゃくちゃ笑ってるんですよそれでですねこのジジ半端じじゃねえななっていう感にるわけですねでそのー東ゴルトでの国民大会をまあなんとか防がなきゃいけないということで国民大会前夜にその宮殿を襲撃しようということで。 まあ、そのハンター協会会長がですね、そのゴンとかキルはもうしっかり準備しとけよと。その上でお前も、お前らも戦力として、ええー、ぶ、直属護衛軍ね、三幹部がいますから、ネフェルピと他、他、いますよね。ユピーとですね、プフっていうのがいるんですね。このユピーとプフっていうのも含めて、えー、モラウとか、そのモラウの弟子とかと含めて、三部隊に分かれて、護衛軍と王を分けろと。護衛軍はお前たちに任すと。 で、ネフェルピトはどうしても俺がを打ちたいっていうゴンにお前に任せようと。ゴン切るわ。ネフェルピトーに行けと。ね。その間、わしが王に行くと。ネテロ VS メルエム。ネフェルピトー VS ゴン切るわ。というカードが予約されるわけですね。そんな中、メルエムに変化が起きるんですよ。これが重要な変化なんですよね。メルエムはもうですね、その国民大会をですね、待って,て退屈になってるわけですね。 退屈じゃん、ね、そしてですね何し始めたか人類を研究し始めるわけですよ。で人類の要するに力の弱さが分かった上で頭の強さっていうものにだんだん興味を持ち始めるんですね。頭はいいんじゃんとそれで将棋とか囲碁のチャンピオンを捕まえてきてラチってきてた戦うってうやつやるんですよ。なんとここでボードゲームをし始めます。 ヒメラアントの王がですね、あまりにも退屈でボードゲームを始めるんですね。そして、将棋のチャンピオン、囲碁のチャンピオン、チェスのチャンピオンに秒で勝つんです。ルールをまず読みます。メルエム王が。ね、んわかったって言ったってね、チャンピオン呼べってたらね、チャンピオンが連れてくれるんですね。は <laughs> なんだよーとか言って、ははい、とか言って、将棋を打ってな、さもなくは殺すとか言ってですね、は <laughs> はとか言って、将棋を打つんですね。そしてですね、うん、世の勝ちじゃつまらんのをツバンズバーンと首飛ばされるんですね。 デッド・オー・アライブボードゲームそれでねもう全部のチャンピオンに勝っちゃったんですよメルエムでも能力もすごすぎてもう他に競技はないのか言ったらですねネフェル・ピトーは、まあ、あの防衛のためにねあの念能力であのレーダーを貼ってですね防御,防御してるんですけどプフがねあのそのナンバー2のね護衛リーダーナンバー2がですねそうですね他のボードゲームで言いますと この東ゴルトーには軍儀というボードゲームがあるそうです。軍儀。軍隊の軍に儀式の儀で軍儀というボードゲーム。うん、どういうもんじゃ。将棋やチェスト似たようなもんですね。ただ、コマを3枚重ねることができるタイプで、なかなか複雑なルールのようです。面白そうじゃの。これがルールブックです。なるほど。チャンピオンを連れてこい。これで連れてこられたのが、現在5連覇中の3代目チャンピオン、東ゴルトーの 少女小麦という女の子だったんですね。この小麦という女の子はですね盲目の少女なんですよで。常に鼻水を垂らしててボロボロロの見なりしてるんですねわた渡す渡すでございますかと言ってですねなまってるんですよ。貧しい貧ししいい家のでそこから軍技というボードゲームを自分でですねやるようになって自分で駒を自分で触っていくどの駒だって分かるようになるわけですね。 それでで全部の寄付をですね向こうに言ってもらって見えないから,あの言ってもらいどこに打ったか言ってもらいながらの戦いになりますとか言ってですねところがここで初めてメルエムが負けるんですねなんだうーんなるほど軍技は今までのボードゲームの中で一番複雑だなとその上で小麦という女まだ本気すら出してない面白いじゃないかここでこのメルエムが軍技にはまります ドハマリするんですまだだ、まだだとかやるんですねで、もう1回やるぞ、もう1回やるぞもう他のですね、ネフェルピトーとかプフのですねあの、国民大会まであと何日になりますとかですねあの、国の話何にも聞かなくなってですねずっと小麦と戦うんですところが、ずっと小麦に勝てないんですね <laughs> おい、プフどうなってるんだ、ユピーとか聞くわけですねそろそろ王が勝つんだろう、ああ その予定だったが、あの小麦という女も王と戦うことで進化しているんだ。この戦いがどこに向かうか、私レベルではもう分からんってですね、王がずっと戦ってるんですね。そんな中ですね、王がですね、これだっていう方法を見つけるんですね。小麦と戦ってですね、これだ、このここなら勝てるっつってバチーン打つんですね。そしたらですね、小麦がですね、一瞬悩むんですよ。は。 という、ね、状態になって悩んでですねねそこからもう一回撃つんです、ね、す,るするとですねその王はですねげんなりするんですね絶対に勝てると思った方法で打ったがそれがもう一度返されたとおいお前とまだ小麦って名前知らないですねおいお前と貴様わしが行って打ってそれが白つまり死ぬ道というか白なんですねこれが白だということを分かっていながらなぜ悩んだ素振りをした お前一度悩んだ素振りをしたがその後に最適解を言って言って打ったなと、ね、要するに俺を愚弄してんのかと勝てる手なのになあのやられたみたいな顔したのか言っててプフも緊張感が走るんですねこの軍議ではなく殺されるかもしれないぞ返答によってはこの女なんて答えるなるわけですね小麦があそれは申すわけねえことを済ませたね実は 総帥様が打たれたあの打ち方私が10年前に作った打ち方でございますその名を「ココリコ」と申しますその打ち方はその当時素晴らしい打ち方だということで大流行しませたですがある時相手がそのココリコを私に仕掛けてきた時に 私がひらめいてすまったんですその「ココリコと」の潰し方「ココリコは私が産んで私が殺してしまった子供のように感じていたものですから宗帥様がまさか自分のかお考えで私と同じ「ココリコを発明するところまで至ったということで私はなんだかもうしばらく昔に別れた子供に再会したような そんな気持ちがしてその時また私の手でこの子を殺すたすまうのかという心が一瞬忍びなくなってあの表情になったわけでございますいうわけですね <laughs> どういう小麦どういう人 <laughs> 自分のですね編み出した方式を自分の子供だって思ってるんですそれぐらいこの軍儀っていうものがこのですね この麦と一体化してるわけですよその話を聞いてですねそうかならばよいそれを隣で見てたですね軍団護衛のですねナンバーツのプフがですね王が人間の話をこんなに長く聞いていたのは初めてだそこでですねプフは嫌な予感がするんですね王はこの人間のことを気に入り始めてるそして 少しずつこの人間の影響をすら受け始めている。王は絶対の存在であり、この軍技というのはあくまで余価に過ぎない。にもかかわらず王にとってこの小麦という軍技の王が、軍技のチャンピオンが特別な意味を持ち始めている。何か良からぬ傾向にならなければいいが、プフはものすごく胸がざわめくんですね。そして、 このメルエムにとってこの小麦はですねどんどん特別な存在になっていくわけですよ全然勝てないんですその上で小麦に仕掛けるんですねな勝負でかけてみるのはいかがかいうわけですねかけてはみぬかとね。賭けでございますか精神的に揺らがせればこの小麦に勝てるかもしれないそう思ったんですね負けた方が左腕を失うというのはどうだ メルムが言うわけですよ王が言うわけですね。そしたらですね「いやそれは」よどむわけですよ。やはり恐ろしいかって思うわけですねメルヤマ。ところが「いや私は左上ではなく負けたら私の命をさせ上げるつもりでございます」。「命」いうわけですね。ですが少し心配事がありましてなんだ私は。 十二人兄弟の中に生まれました貧しい家でしたその上であの軍儀のチャンピオンというのは国内チャンピオンになったところで雀の涙ほどの報酬しかいただけませんその上で世界大会で王者になって初めて食っていける報酬というのがいただけるのでございますですから しかもその世界,世界大会に出るにはトーナメントで勝ち上がらなければいけないのでございますつまりトーナメントで一度でも負ければつまり私は軍技で一度でも負ければ一,一族で一番の足でまといとなるのでございます一度でも軍技で負ければ家族のために死のうと私は決めていたのでございますですから一度も負けたことはありません そして一度でも負ければ私の命は差し上げようそういう覚悟でやっておりましたしかし私は軍技さえ軍技で負けてしまえばゴミ以下の価値しかございませんから総帥様にゴミを差し出すとなると非常に失礼かと思いましてそれはといった取材でございますそれを聞いてそれを聞いてメルエムがですねこいつは軍技が。 それほどのものもなんだということですね覚悟に震えるんですねそしてわそなたが勝ったら逆に私何を望む何も望みはすません欲も恐れもないと申すか。 覚悟が勝っていなかったのは俺の方だったというのを突きつけられるんですね。向こうは常に命がけでやってたんです。ですが、そんな命がけでやってる相手に、このメルエムはですね、左腕を条件でどうかという中途半端な条件を言っていたということを突きつけられるんですね。それがあまりにも悔しくてですね、すまぬ覚悟が足りなかったと言ってですね、王は自分で左腕をそぎ落とすんですね。ズバーンそれを見たプフが、おー心配されですね、何をなさっておりますかってね 今すぐピトーに直させますからてネフェルピトーを呼んでまいりますねうるさいって,言ってですねこれは私が私の考えでやったことだピトーを呼ぶ必要ない王様ピトーを呼ばせてくださいで出なければ今すぐ私を殺してくださいそれを妥協点としてくださいピトーに直させながらも次の対局はできますそしてその左腕がない状態でも王は必ずその女に勝つことができますこれを妥協点としていただけませんでしょうか分かった 言ってですね、ピトーを呼ぶんですね。そしてピトーを呼んで腕を直させている間、実はその宮殿の警護が急に甘くなるわけですよ。そのことによって実は宮殿の襲撃作戦の布石が打てるようになるわけですね。そのネテロの配下だったノブという男はですね、そのルームを作ることができるんですね。一度触った場所に自由にルームを作る。どこでもドアみたいな状態ですね。をタッチしたらできるので、その ネベルビットの警護がない間にですね、玉座の手前まで行ってルームを作ることに成功するわけです。それはですね要するにその小麦とメルエムとのその意見がなければできなかったチャンス。その千載一遇のチャンスがなぜ訪れたかわからないけど、その玉座のま手前にルームを置くことができたわけですね。なので、その襲撃決行の時に玉座のま手前から攻めることができるようになったわけでございます。そしていよいよ、そのね、 当当日日が訪れるんですね作戦結構当日3部隊はその独自の作戦でその玉座の手前からいきなり攻め入るゴンキルワそして、えー、部下モラウという男とそのモラウの弟子ナックルとシュートというその編成でそれぞれゴンキルワがネフェルピットナックルとシュートがユモンティティ・ユピ、えー、そしてモラウがあプフというとですね、えー、そういうですね、えー、3部隊に分かれて戦うと。 そ,そのの結日が参りました、ね、よし行こう!」言った時にですねキルワが横のゴンを見るんですねするとゴンはもうねネフェルピトを殺しししたくてててょうがないって顔してるんですね今まで見たことがないゴンの目を見るんですねキルワが今までねゴンが「お前と友達になれてよかったよ」とかね「よし天空闘技場行こうぜ」とかね「俺はジンに会いたいんだ」とかね「減塩旅団」とかね「グリードアイランドだ」とか言ってたのであのゴンがですね見たことない冷たい顔をしてるんですね カイトの恨みを晴らすために必ずあのネフェルピトを殺すっていう目を見るんですね、うん、この布石がすごい効いてくるんですね今までのゴンと全く違うゴンっていうのがそこで描かれるわけですそんな中ね玉座からですね攻める玉座王の間の下の階段から攻める舞台が突如現れた時にですねその部隊長の一人がですねお前らどこから現れたっつって全身全霊守ろうとするんですがその間ね ネフェルピトーはですね、この宮殿の上からですね、警護してたんですけど、上から何か来るなって思うんですね。ネフェルピトーが上から何か来るにゃ、なんだ上からとんでもねえものが降ってくるんですね。それがですね、あるときですね,そのね、東ゴルト上空からですね、はるか上空からですね、バカでかい化け物みたいな鳥からですね、2人の男が飛び降りるんですね、ひょっつってね。 その二人の男っていうのが、もちろんネテロ会長とですね、もう一人がゾルディックのゼノなんですね。ここで来ました。キルアのじいさん、ゾルディックのゼ,コゼノ、生涯現役。ここでなんとあの伝説のジジイタッグがですね、宮殿の空から舞い降りるっていうですね、とてつもなく胸厚な、胸厚らしいんですね。ネフェルピトが何か来る。ね、会長から二人の男が飛び降りたのであるですね。それがですね、 あの、ネテロとゼノなんですね。で、ゼノは何しに現れたかというと、このネテロの援護です。ゼノっていうのは放出系でドラゴンを放出するんですよね。バカでかい巨大な光の竜がですね、空から降りてくるんですね。そしてその光の竜に、ね、目を一瞬奪われたネフェルピトーだったが、そのネフェルピトーは一瞬にして察知した。あの光っている竜よりも、その背中の上に乗っているじじいたった一人が劇的に危ないということに。 そしてでですすすねねネフェルピトがです迎撃するんです、ね、ものすごい勢いで空に舞い上がるんですね。そしたらですね、もう、普通ね、飛び降りてたら、こういくでしょ、こういくか、こういくか、こうやって行きそうじゃないですか、ね、降,り降りるときね、わーって、地面に対して空からこう行きそうですよ、そうじゃないんですよ、こう地面に対してです、ね、でもう、こう降りてるんですね、垂直に降りてるんですね、垂直にこう、こう降りてるですね。あの この垂直に降りてるのか何が興奮してるのかって僕はそんな降り方してる人間を見たことないです上空から声体でこう降りてる人いますバンジーでもこうですよねダイビングでもこうですね私スカイダイビングしたことありますけど必ずこうでしたそれを、ね、垂直に降りてるんです上空から垂直に寝てるのが降りてるんですねそこに対してネフェルビィとがかかっていくんです もちろんですね、その光の竜がですね、今度は分散して、もう流星群のようにですねドラ、ドラゴン、小さい竜の流星群がですね、宮殿をですね、ショットガンのように貫くんですね、バーって。そんな中、ネフェルピトーにですね、会長が一撃を食らわすんですね。この一撃というのはどういう一撃のここで会長の技が初めて見えるんですね。その会長の強さを示すために、かつてのゼノのなぜかインタビューが入るんですね。ゼノが。 いやーあいつとはのゼノのインタビューが書かれるんですねゼノに誰かが聞いてるんですねうんどっちいやそりゃあのあいつあいつの方が1枚も2枚も上手じゃろうゼノが寝てるの方が上だって認めるんですよう認めてるインタビューが流れるんですよねあいつの方が1枚2枚上手じゃろうなんせあのジジイはわしが赤子の時からジジイだったからのとんでもない発言ですよゼノってジジイなんですよ ゾ,ゾルディック家のジジイですよ。そのジジイが赤子の時からネテロはジジイだったことが判明したんですよ。なんとですね、ゼの自体がおそらく60歳ぐらいなんですね。その上でネテロは110歳なんですよ。つまり生まれた時から、ネテロはもう5、60なんですね。<laughs> ジジイとジジイなんだけど、その差、年齢差50ぐらいあるわけ。わかります ?60 と110のジジイなんですよ。 あ,あのネテロというじじいはなうちのゾルディック家のわしのじいさんと喧嘩して唯一生存している人類じゃってゾルディック家の3代前そのゼノのゼノのじいさんと喧嘩してたっていうのがネテロなんですあまりにも武道が優れているためにですね長寿が長寿だったんですすごい長寿なんですまあそのネテロの技の中でも一番厄介なのがあれじゃの 百式観音だろうなぁというわけですね。百式観音っていうですね、技を持っているんですね。どういう技なのか。そこでネテロの過去が描かれるんですよ。ね。ネテロ、ネテロ、ネテロ45歳というですね、山の中のネテロが描かれるんですね。スパーン、スパーン、修行してるまだ若いネテロが、もうここからですね、ネテロとはどういう男かが精密に描かれます。スパーン、スパーン、武の道を極めんとし、 ここまでやってきたネテ,ロネテロはある時山にこもり修行を始めたパーンパーンその修行というのは今まで生きてきたもうその時点ですでにもう天下無双って言われてたんですよこのネテロ会長は45歳にしてそれで山にこもって自分と向き合い始めるんですねその結果ですね何を始めたかねその自分の部があの頂点まで極まった というところからさらに自問自答した時に自然と湧いてきたのが感謝である。その感謝、それを表現するために一日一万回感謝の聖剣付き。わかります一日一万回感謝の聖剣付き。その流れとはこうだ。まず体を整える。拝む。治る。つく。これ 必ず拝んでから治ってつくってなってたんですね。これを一日一万回。一万回つくのに、最初は、初日は18時間かかった。18時間ずっと聖剣好きしてるんですよ。感謝してつく。感謝してつく。これを18時間。そして、それを毎日続けた。感謝の聖剣好き、一万回。2年が経ち、 異変に気づいたた <laughs> 年経ってたのまずにそれで毎日で2年経ってたんだが怖いよね YouTube 大学も今日あたりでもちょうど2年ぐらい経ってんのよでもすげえいろいろあったよいろいろあったなんかもう色いっぱいいろいろ顔出し引退したり撤回したりさなんか本当あの相方に歌ってもらったりさゲストが来たりなんかウィンウィンウィンやってみたりシンガポール移住したりいろいろやったよ 一人の人間がさ公園とさ店の軒先で始めた YouTube がさ2年間っていうだけでもいろんなことあるでしょその2年間っていうすごい時間をネテロは1万回ずっとついてたの2年が経った時異変に気づいた1万回政権好きを終えても日が暮れていないのであるどういうことスピードが少しずつ上がってたんですよパンスパンパンスパン拝む打つ拝む打つ お鑑鬱の1万回が2年繰り返したことでどんどん時間が早くなって当初は18時間だったのがどん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 短くなったそして弱い50を迎えて山を下りた <laughs> 山を下りたそして挨拶がてら道場を破りに入るんですねそして自分の政権づきりを見せるんですよその道場のやつらにねなんだよそもんかみたいな何なん,なんだあいつはみたいななって中で,ですね 聖剣好きを一発見ていただきたいっつって拝んで撃つってのやったんですね拝んで撃つってその時人は見た、ね、パンパン聖剣好きを撃つとですねその動きで,ですねパンって音が鳴るわけですよえ、ね、あまりにも強いからそれがですねそしてその時ネテロはパン。 音を置き去りにした。音より速かったの音より速く打ってその後で音が来たので全員がざわつくわけ今一瞬音が後にならなかったからどういう状況稲妻。稲妻でしか見たことないよピカうわゴロゴロゴロうわ音が後に来てるねあ,あるよね音が後に来てるよねって雷でしか我々見たものももう見たことがないものをですねその時ですね道場のみんなが見たんですねパーン ヒュッパーン音を置き去りにしたって言ってですね。その時ですね、道場のね、主がですね、泣き崩れるんですね。弟子にしてくださいって言って。聖剣好き一発見て弟子にしてくださいって言ってね。泣き崩れたんですね。それぐらいの、それぐらいの武道を極めた男が、念能力によって発動したのが、百式観音である。それは、拝み、つく、というシンプルな、 シンプルな攻撃だって言ってですね、ネテルが一瞬拝むんですね。するとですね、ネテルのですね背後にですね、巨大な千獣観音が現れてですね、同時に拝むんですね。そしてネテルがつくと同時にですね、その千獣観音がですね、ブワー殴るんですね。それがもう本当に音を置き去りにする速さ。 不可避の速攻であるとですね、ネフェルピットがボーン吹っ飛ばされるんですね <laughs>。ネフェルピットがやばいにゃとか言って、ブワーとか言って、あの男が劇的にやばいとか言って、こんな降りてきたやつが言ってですね、うん、なんだ、アリンコってね、そりゃ握手じゃろう。握手ってのは悪い手ですね。わしに向かって、上に向かって飛び込んでくる、そりゃ握手じゃろう、アリンコーとか言ってですね、 不可避の速攻である。百式観音、月とか言ってですね、ポーンとですね、ネフェルピトが吹っ飛びます。ビューン、すごい勢い飛びます。あのカイトを秒で殺して、わ僕もちょっと強いかもにゃって言ってた、あのネフェルピトが吹っ飛ばされるんですね。吹っ飛ばされる最中ですね、ネフェルピトが見ます。宮殿に無数のドラゴンがですね、突き刺されてる、突き刺さるのを見るんですね。おーと、メル、メルエムって名前はまだ誰も知らないんですね。おーってね、おー、王様ってなってです、ね、そこでピタッと止まってですね、なんとかですね、宮殿に 戻戻るって言うんです、ね、ビューー戻るんですすねねビュなんとか王様を戻,戻さなきゃってね念能力によって王の間にはいないってことが分かってたんですねあの迎賓の間だって迎賓の間に誰といたか小麦といるわけですよもちろんその流星群ねドラゴンダイブという技通じなかったんですよ誰にもねだけど小麦が貫かれてたんですよ血だらけになってるんですようわーだってそれをですね ものすごい悲しそうにですね抱きかかえてる王がいたんですねそしてですねそこにその王の後ろからですねゼノとネテロが現れるんですねその瞬間王のメルエムがですねネフェルピトに小麦を直せ任せたぞ言ってですねお主ら二人ネテロと ゼノに対してお主ら二人場所を変えようその瞬間ゼノは言うんですね話が違うじゃねえかよ話が違うじゃねえかよこれが重たい言葉なんですよ何かつまり「キメラアント」っていう訳の分からない超生物を討伐するその手伝いだって聞いてたわけですよにもかかわらずこの人命を慈しむ所作品格そして場所を変えよう って言われた時の気迫それでただの超生物ではなくこれは尊敬すべき相手なんだっていうことが一瞬で伝わったから待ってたんですねネフェルピトにその小麦を渡す所作見てですねゼノもネテロもですねこいつはやばい相手だとただの寄生生物超生物ではなくてこれはものすごい相手なんだっていうことを敬意をします。それと同時に 驚きもあるんですね気がついたらメルエムが自分たちの間を素通りしてたんですねスッっつってね早いんですあの秒でこれでこれのやつが気づいたらすれ違われたんですねさっきまであの、うん、音を置き去りにしたあの会長のところを置き去りに会長を置き去りにして音を置き去りにした会長を置き去りにするんですねやばい戦いが始まるのとこうなるわけですねやばい戦いが始まるのと言ってねでゼノがですね あの場所移動するっ,つってそれであの移動するので「連れて行け」っつってメルエムが言うわけですね「どこでもいい連れて行け」っつってそれでゼノがですねあのドラゴンでですね送るんですタクシー的扱い <laughs> ゼノはわしはここまでじゃとねあとはわ、あ、しの,の管轄ではないゼノはあくまでも金で雇われてるんですねネ,トネテロにねそういうキャラクターですよねゼロゾレディックはね「分かったお前はそこでいい」っつってねネテロとメルエムを乗せてその荒野まで運ぶんですね竜でね。 で、ここなら。しっかりと話ができそうだな。ってメルエムとネテロのマンツーマンが始まるわけですよね。これがすごいんですよね。このネテロね。百式観音ね。もうあんましとこなくぶつけてやろうとね。こいつは自分より強いというのはもう一瞬でわかるわけです。 す,すごいソーマートが流れるわけですこうネテロにふわ昔思い出すんですねいつからだろう相手の攻撃を待つようになったのはもうあまりにもネテロが強くなりすぎて退屈になってた人生を思い出すんですよもうあまりにも強くなりすぎて相手の攻撃を待ってから打つようになった相手がもうその敗北を認めたらそれを許すっていうそういう連続だっただがこの目の前にいる相手は 明らかに自分より格上やってやろうじゃねえかつって百式観音いきなり叩き出すわけですねついてすぐにですね百式観音1って言ってボーンもうねもうチョップですねもうシンプルに言うと百千手観音がチョップしますドーン食らってるんですけどねその <laughs> であのそれを受けた受けたメルエムがですねまあいい座れって言うんですよ <laughs> 無傷 あの百式観音一概千珠観音巨大な千珠観音がチョップしてるにもかかわらず <laughs> まあいい座れって言われちゃうんですよここすごい面白いのがこのメルエムはあくまでもですね寝てろと喋ろうとするんですよずっと喋ろうとするんですもういい座れってお主は波の打ち手ではないことは私にもわかるとただ貴様も実力があるならわかるだろうと わしには勝てない。その上で下せないなと。君は、あ貴様は、わしに勝てないことが分かっていながら、なぜ戦おうとしてるんだと。とにかく座れと。そしたらですね、<laughs> そちらがその木でも、こちらは百式観音の三とか言ってですね、とにかく百式観音で、もう千手観音が叩き潰しに叩き潰すんですね。ところがですね、いいから座れって言われちゃうんですね。全然聞かないんですよ。 ネテロの攻撃がその上でお前がそこまでねのプレイヤーになった武道武道武を極めたことに関しては非常に今リスペクトを感じているとその上で人間に対して不思議な気持ちも今生まれてきているとここなんですよ。ネルエムは何をネテロと話したいかこれはですね 人間の強さとは何かっていうものについて新しい感覚が芽生えてるからそれを相談したかったんですね。実はあの小麦小麦がですねとにかく自分より強いわけですよね軍技が。ところがある時ですね部屋に入ったら小麦がですねカラスに襲われてたんですね血だらけになってで「おい!」っつってでカラス一瞬で殺して「お前なんで助け呼ばないんだってね鳥が入ってきて傷つけられてんだったら目も見えないですからね。 はい、助けを呼べってなったらですね「いやあのあの,お,あのお,お邪魔を捨てはならねえと思いますて」とか言ってですねカラスに血だらけにされてる小麦とか見てねなんとか弱い人間なんだと。でネフェルピトに聞くんですね今度行う国民大会のようなことを小麦になったら小麦はどうなってたピトが言うわけですねそれはもちろん死ん死でおりますあくまでも兵隊としての強さを問うものであって、えー、軍技が強いとかそういうことは関係ございませんのでと。 なるほどなそうか人間の強さとは何だ人間の弱さとは何だなぜ小麦というのはああいうものになったのかなぜ私は軍儀で小麦に勝てないのかそういうことでですね非常にこの小麦をリスペクトするわけですよねうん。それについて話したいお前だけは生かしてやるぞとね。お前はすごい武道家だからお前は殺しはしないだから俺と話をしてくれ,あれ、ね、殺しはしないってそれは 俺だだけけよってことだろう言うわけですねネテロそれは立場上受け入れらんねんだよな言ってまた戦時間でやらず戦時間の戦時のねその時ネテロも思い出してるわけですよね各国政府にですね呼び出されてハンター協会の会長がね「何んんとかしてもらえないかねうんネテロ君とか言われてるわけですねそれはえ我々我々の方で責任を持てということですかそうも言ってるわけじゃないがねこれね 各国政府がハンター協会に何かあったら責任を押し付けるとにかくハンター協会に全部全部やらせて国は責任を取らないとかねそういうですねお大人の政治のところとか思い出すわけですねでこのメ,メルエムのこの王のですねこの純粋な対話っていうものにも心を貸したいっていう武道家の自分もいるんですよでもこれは揺らいじまうとねこいつと会話したら揺らいじまうと俺はとことん行くぜと。 俺は今まで信じてきたものをただとことんぶつけるぜお前と会話してブレる前になっつってうわーってもう総攻撃をかけるんですねそれですねもうこれはもう百式観音ゼロを出すと百式観音ゼロっていうのがですね最終奥義なんですねこれもう自分の全勢力を投入するんですねそれはっつってねメルエムがですね何でも撃ってこいですね言うわけですねうん何でもやってこいってね それであのメルエムは全然君お前とは戦う気になるの座ら、座れって言うんですけど、それで,ですね、もういいから戦えと。俺と戦えと。ネテロは言うわけですね。うん。じゃあ、わしに参ったと言わせたら、お前の名前を教えてやるよ。ネテロ言うんです。ここで出てくるんです。名前を教え、知りたくはないか。メルエムというのは、女王アリが最後につぶやいた名前なんです。王の名はメルエム。 それを、その女王アリを保護したハンターが聞いてたんですね。なので、王はメルエムですっていう名前は、ハンターたちだけが知ってるんです。特にその会長、そのハンター、救助したハンターと、その情報を吸い上げてる会長だけが知ってるんです。お前の名前知りたくないか名前。この名前っていうのは実はむちゃくちゃポイントになってくるんですね。名前。そんなもの知らんでいいじゃないですか。もともとそうだったんです。 ネフェルピトーとか名付けられてるのは本当直属の護衛隊だけで女王がつけたわけですねその上で王は王だった誰からも王としか呼ばれなかったし唯一の生物王になる予定だったからところがある時聞かれるんですよね小麦に聞かれるんです小麦という女に興味を持った時にメ令をが聞くんですねお主名前は何だね初めて会話しようとしたんですね で、ででで小麦がが震えながら総帥様ののお,、ま、お名前はは何すすすすかって聞くんんねねその時にメルエムはハッとするんです、ね、自分に名前がないと。でネベルピトーやプフに聞くんですが聞くんだけども自分で決めるのが良いかと思いますとかね王は王で良いかと思いますとか言われてです、ね、納得しなかったんですね。その小麦に応えられなかった自分の子としてのアイデンティティ王は役割であって自分の子のキャラクターではないっていうことにな一抹の不安を覚えてたんですよ。 私は何のために生まれたんだっていうことをある時思うんですね私は王だ生まれながらで最強にして最強生物の王だその上で目の前にいるのは人形のような兵隊たちだそしてこのまま生物の最強として君臨して死ぬのか退屈だそう思ってた人一と小麦がですね結局名前を聞けずにですね帰るっていう背中を見てるんですね結局名前を教えてやることができなかった だから、ね、メ,ルそのメネネテロの言葉を聞くんですよ名前を知りたくはないかお前お前の母親が今の極に叫んでいたあのをうちの部下が聞いていたんだお前の名前を知りたくはないかって言ってですね名前を知りたければ俺に参ったと言わせろメルあメルム言わないですね言ったらあのネタバレですからねあの僕だったら最悪でしたね言わせろメルエムっなってましたねうん名前を聞きたければ俺,俺に参ったと言わせろってですね分かったそこからメルエムが本気出す。 そのメルエムの本気とそのネテロの本気がですねものすごいですねもう本当にですねあのアートのように描かれますそして二 <laughs> 人の手は線に及んだのであるもう歌舞伎のような絵でですねもうメルエムが、ね、逆向いてですねその千手観音がこう描かれてですね橋が描かれてもう本当に輪のアートですかっていうぐらいですねもうとんでもない戦闘シーンをね想像してくださいという感じで描かれています ねここ事ねっ、ねね、ネ,ネトロにですね名前を教えてやるよって言われてそのメルエムがですね、えー、じゃあ本気出すっつってまず片足を吹っ飛ばされるんですねポーン吹っ飛ばされてねでこれでた倒れるだろうと思ったらですねフンって言ってですねフンってネトロが言うとねその片足がですねギュッてなってですねまだ立ってるんですねまだあもう体幹がすごいんです片足を言っても体幹がすごいんですその上でもう片方の腕をですね拝もうとした腕を吹っ飛ばせるんですねポーン吹っ飛ばされて、ね、片足片腕になった上で、うん、拝むとはね 手を合わせることじゃねぇ、ね、心の中で祈ることだっ,つってですね片腕でですね祈りを再現するとですねその百式観音ゼロが現れてですね両手でですねバン包んだとですねバカでかい口が開いてですね仏からの口からですね開口線が出るんですねブワァーそれ,をもうそれを打っても最終奥義です百式観音ゼロ最終奥義を打ってですねそのこれがゼロじゃ っって言ったですね会長、寝てろ、ガリガリになってるんですよ。もう本当、ごぼうみたいになってるんですよ。メレムどうなったか。くらってるんですよ。くらってるんですけど、全然まだいけるんですね。なかなか危なかったぞって言ってね、なかなか危なかったぞぐらいで,で、すねもうガリガリのごぼう状態のね、寝てろがいるんですね。よしこれでお前 名名前前をを言言言言え、え、ううわわわけけでですすねねしのそしたらですねネテロが笑うんですねキャ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 ホラーですよもうキャ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 笑ってですねお主は何にも分かってねえよ人間の底すらねえ悪意を分かってねえよって言ってですね心臓を突くんですね自分のトーンそれは解説が始まるんですね。それは 貧者のバラ貧しき者の薔バラと呼ばれた、ね、何の話、ね、ミニチュアローズという名の小型爆弾である、ね、ミニチュアローズという小型爆弾は安価に作れるがその上でとてつもない威力を発するということで独裁小国家に好まれた恐ろしい人類の最悪の兵器であるその小型爆弾をですねいいんですかねテロ会長ね あなたがしん、あなたの心臓がたまった瞬間に発動するようにしておきましたって体の中にですね、ミニチュアローズ貧者のバラというですね小型爆弾を仕込んでたんですね最後の自爆攻撃がですね自分の心臓を突くことはです、ね、お,前のお前はまだ人間の悪、そこ知らない悪意をすら分かっとらんートーンってやるんですねトーン、ごぼう状態のやつがトーンやるんですね。それで、ボーン その爆炎、なぜミニチュアローズか、爆炎がバラのような形になるからである。王が爆破にまくまるんですね。その爆破がですね、尋常じゃないっていことが分かったですね、護衛隊のですね、2人、プフとピトーがですね、王のもとにたどり着いてですね、ああ叫んだときにはですね、なんとあのメルエムがですね、カピカピのもう、 もう、焼け焦げになってですねこんな黒焦げになってるんですよああこのね爆破の直前に名前も呼んでるんですよおめえ お前は人間の悪意を分かってねえよ、メルイム、ドンボーン、名前を聞いた直後にね、もうほぼ絶命しかける爆弾を爆薬ってですね、あのメルイムがもうこんなもう,もう炭みたいになってですね、メルイムさん、メルイムさん分かるんですね、おー言ってですね、助けるためにですね、どうしたか、養分をって言ってですね、あのプフとですね、そのユッピーがですね、自分たちを粒子状にしてですね、食べさせるっていう。 あの、わかりますか <laughs> 理解してください。自分たちを粒子状にして食べさせるんですね。それで、なんとかですね、なんとか蘇生するんですね。で、その、粒子としてですね、入り込んだですね、ユピーとですね、あの、プフはですね、このために私たちは、このために私たちは生きているんだってってね、わあって、おお復活するんですね。おお復活するんですね。なんとですね、こう、復活するんですよ。部下の尽力によって。 ところがですねあまりにも食らったダメージが多いので記憶を喪失してるんですこのメルエムという王がですね何かを忘れてる覚えてることもあるんですよユピーとか戦ってた相手は覚えてる一番大事なものは私、ね、それが小麦との記憶が全部ないんですよねわしは何だ 何のために、うん、何のために戦ってたか実は小麦を治療させてたんですよ、ネフェルピトーにね。だから小麦から離れてここで戦ってたんでしょその小麦との一件を全部忘れてるんですよ。何があったそれを見てプフはですね。 プフは体の一部を粒子化して渡したんですけど今だで,ですねその残った粒子は残ってるんです残った粒子その細分化した粒子は残ってるんですだからちっちゃいですねプフが残ってるんですね、うん、でそれでですね、はい、何を言ってるか分からないかもしれませんが聞いてください小さい小さいプフが残っていてですね <laughs> この王が記憶をなくしたのは好都合だと。 小麦にこれ以上踏みに振り回されてはならないということで何も言わないようにするんですね。でもプフが何かを隠してるんだっていうことだけはこのメルエも察するわけですよ。そのまま戦いに戻っていこうとするわけなんですね。この小麦との記憶がないっていう状態の中、ネフェルピットの動きがあるわけですよ。ネフェルピットは小麦を直してたんですよね。その間ゴンとキルアが現れるわけですよ。殺すぞと。 カイトの仇討つぞもう完全にバキバキに目が決まったらですねゴンが来てるわけですねでゴンがお前殺すっていう時にですねネフェルピトが待ってくれって言うわけですね命乞いするんですね待ってくれ今この子を助けてるから待ってくれって言ってですねネフェルピトが命乞いするのを見てですねゴンはパニックになるんですねなんでなんだよなんでなんだよ カイトにあんなことをしといて何で今命を救うから待ってくれとか言えるんだよとかでうわーってなるわけですよ。ねこれもクラピカがクロロと対峙した時の悩みに似てませんクラピカにとっては命の敵なんですよそれがクロロですよねこいつを殺してやるってもうずっと思ってるんですねこいつをずっとでもこのクロロも誰かの大事な人なんですよ ネベル・フトはもう王が大事でその王が大事にしてる人なんですそれを説明する,するんですこれは私の大事な人が大事にしてる人だからこの人の命を救うまで待ってくれないかそしたら望み通り戦うからってネ,ネベル・フィトが言うんですそんな都合のいい理屈があるのかお前はカイトをあんなことにしておいてもう狂いっすんなるわけですねでもそれをですねキルは止めるわけですね今このネベル・フィトを殺したらカイトが元に戻らないぞ カイトはですね実は生首になって死んだってなってたでしょところがもっと残忍な目に遭ってたんですカイトはその後ネフェルピトンにですね操り人形としてもう一度繋ぎ合わせられてですね念能力をキメラアントに目覚めさせるための自動ロボットにさせられたんですこんなマリオネットで継ぎはぎになったですねカイトが自動的に念能力をですね そのキメラアントにですね叩き込んで目覚めさせるってあのウィングがやってたやつですねウィングがあのゴンとキルアにやってたことを無理やりやらさせられてたんですねこんな状態であのあの操り人形になってるカイトをですね後に発見した施設で発見したですねゴンとキルアはですねとんでもない精神状態になるんですけどそのカイトを治せるかもしれないんですよこのネフェルピトなら。 元の人間に戻してもらうためにもネフェルピトをぶったたいてその上でカイトを治させるそういう約束だったと今ネフェルピトをお前が激高して殺したら殺したらカイト戻らないかもしれないんだぞって,言ってですねここで初めてゴンとキルアも仲違いするんですねいいよなっつって,ってキルアには関係なくて,って言っちゃうんですよ キルアってのは殺し屋一家で育てられて唯一心許せたのが自分と似た境遇にあった親の愛についてねあの飢えていたゴンだったわけですよねで切磋琢磨して登ってきて「お前となら一緒に戦える」って言ってグリードアイランドだって全部クリアできたわけですよねゾルディック家まで迎えに来たそのあのゴンがですよあのゴンがねえ <laughs> カイトとキルアは関係ないからズバンって言っちゃうんですね。 そのせいでキルはもののいい傷傷つつくくんんででですすよもも今はそんなこと考えてる場合じゃないからっていうことで待たせるんです待つしかないんだよゴンってでってです、ね、ゴンがですね悔しながらですね分かったどれぐらいで治せるんだその子はってね1時間あれば治せるからそしたら戦えるから言うわけですね1時間経って治った小麦治ったよしじゃあ来いっつって,て。 カイトのところまで来いって言ってですね。分かった、約束守る。ネフェルピトーとゴンとキルアですね、カイトのところまで行くんですね。こんなやつり人形みたいになったカイトを見てですね、ネフェルピトーが、ダメだ。言うわけですよ。ごめん、もうこれは治せない。死んでるから。死んだ人間は治せないんですよ。ネフェルピトーは治療することはできる。死体を繋ぎ合わせることはできる。でも、死体を蘇生することはできないんです。 ゴンが「直せ」って言ってた人間がカイトだっていうことをネフェルピートは知らないからその俺の仲間を直せって言った時に直せるかもって言ったのそれ嘘じゃないわけですよでもそれがカイトだったっていうのに言って分かってネフェルピートは「これは直せない」ってうわけですね直せないって何なんだよそこからですねもうゴンの目がすごいことになるわけですねぶっ殺してやれそこからですねゴンがですねおい ね、もうキルアがですね、ゾッとするぐらいのですね、そのオーラを感じるですね。うわー、そこからですね、もうここで終わっていいっつってですね、そこで制約と制約を使うんですよ。あのクラピカがチェーンで使った制約と制約、自分に一個何かルールを決めることで、自分の力を強制的にパワーアップさせるという危険な方法です。クラピカのチェーンのことを聞いた時に、ゴンはですね、制約と制約にすごい興味を持ったんですけど、いろんな人に止められてたんですよ。 クラピカを見てて、ああなりたいと思うかってあれは復讐のためにやってるんだぞ。決して不幸にはなる。あ、決して幸福にはなれない。お前は普通にやってて強くなれるから、制約と制約のなんか使うなよ。何度も言われてた。その制約と制約使っちゃうんです。その制約というのが、この戦いに勝てればもう私の体がどうなってもいいっていう。命がけでここで勝つっていうのを制約しちゃうんですね。 そのことによってゴンがですねビジュアルが一気に変化するんですようーわー見たことないゴンはもう開始当初連載当初からこれぐらいの少年だったんですよ四頭身ぐらいの少年だったのがなんと八頭身になりますここで八頭身になったどころかですね筋肉がパンパンにパンプアップされてるんですねもうそのもうほんとパンパンにパンプアップされた上で髪がですねとんでもない成長するんです 強制的に成長進化させてるからですね。髪がすごい伸びるんです。髪がすごい伸びたものが、ものすごいオーラの噴出によって、ものすごい上に吹き上げられてるので、もうすごい状態です。 こういううういいがそ人形昔ありましたよあれ何ですかあのもうお土産で渡してきたそのお祈りに使えるからみたいなわけのわかんない緑色のさ髪のなんか妖精みたいなさ人形で髪がこんなになってるやつありませんでしたバッサバサのああいう状態になったゴンがいるわけですねブワー,ー髪がもうそのあのねストリートファイター2のガイルのすごい10倍の10倍ガイル状態のこの状態になったもう,もうボディはもうあの子供の頃着てた T シャツとねちょっとオーバーサイズの T シャツと短パンを着て もうピッチピチになっても その中山きんに君さんみたいな、すごい状態にもう、ホットパンツとね、ピッチティーみたいになっちゃって、それがもうすごいこう、こういう状態になっても、それがもう悲しくてね、この描写の後悲しくてね、じゃねえよって思うかもしれないけど、それがもう悲しいんですよ。目が悲しくてね、切るわ、俺って言ってね、切るわ、俺,って,っ,て、ね、俺って言ってね、もう、もう、もうどうなってもいい。俺はもうカイトの、やるんだってって、そっからの戦いがするんですよ。もう、ね、あんだけ残忍で素早くて強かったネフェルピとかですね、一方的にやられるんですね。 バッコンバッコンやるとですねその上最後にネフェルピトがもうダメになったって後にですね顔面をバーン潰すんですねこの顔面を潰すっていうのは象徴的なんですよ実はカイトとゴンとキルアで最初に NGL に乗り込んだ時にですねゴンはですね必殺技を試すっていってそこで初めてあの最初はグーの次のですね、えー、次のねチーチ,チョキをですねあのやってたんですねゴンの必殺技グーチョキパーで近距離中距離長距離っていうのをあやるっていうねグーは打撃チョキはこのねあ 具現化したたね、その刀あみたいなオーラで切る、ね、で、パーは、えー、っと放出するカメハメハみたいに出すっていうですねその短期中距離をですねあのじゃんけんのように出すっていう技いいじゃないですか少年っぽくてねそれのチョキを出してですねそのキメラアンと第一世代をですね立刀両断にしたんですけどその後にですねゴンお前甘いぞっつってですねやる時はこいつらは生命力が半端ない超常生命体なんだから必ず顔面まで潰せつって「お前はだから甘いんだよ」って言われるわけですよ。顔面を必ず潰せ お前はまだハンターとして甘いっていうのは、カイトの教えで言われてたんですね。何気ない駒だったんですけど、それが効いてくるんですよ。顔面をバーン潰したとにですね、言った通りやったよ。カイト、言った通りやったよ。つって、顔面をバーンぶっ潰すんですね。そして、ぶっ倒れるんです。ボーンっ 悲しいんですよ、このシーンが。悲しい。ね。泣いてしまいましたけど、私もね、もう本当に悲しい。もう、こんな状態の、こんなビジュアルで、なんでこんな泣けるのっていうぐらい悲しいシーンになります。はい。それでですね、ゴンはそれでぶっ倒れるわようですね。ね。そして、その後ですね、何が描かれるか。メレエム残ってるよね。そうなんです。王様は復活してるんです。プフもいるんです。 ところでユピぴーがバタッと倒れるんですよ。んユピぴー死んだなんだユピぴーが死んだぞ。なんか手だれがいたのか誰だ何か見えない奴がまだ攻撃してきてる。なってる時にですね、プフが鼻血を出すんですね。護衛隊の一人の。なんだ実はですね、恐ろしいことがあったんですね。実はあのミニチュアローズただの爆弾ではなかったんです。 あれは人類が生み出した最悪の化学兵器だったんですよ。実はそれは爆発と同時にものすごい毒を散布するっていう爆,あの爆弾なんですね。毒を散布した上でその毒はものすごく恐ろしいのが絶妙に潜伏機関がデザインされてるんです。潜伏することによってその人間が動くでしょ巻くんですよ。それを。なので爆発を受けた後その後その爆発の被害で ギリギリ生き残った人間が、その後その毒をどんどん後輩に散布するので、一気に国を滅ぼすことができるという恐ろしい科学兵器だと。つまり、メルエムの中にも、プフの中にも、ピトーの中にも毒はもう入っていて、その弱っている順に倒れていっただけだったんです。鼻血が出たらもう時間がないということなんです。そしてそれをですね、メルエムは感じるんです。これは毒だと。私の世の時間はもう長くない。 その瞬間小麦のにに向かうんですね小小麦麦合わせろ小麦がその後宮殿で保護され、宮殿で治療された後にハンターに保護されてたんですがそのハンターのところに急に現れてですね合わせろそれ弱いハンターなんですよ女性の弱いハンターが合わせたくない合わせるわけにいかない、ね、そのこの小麦っていう女を守るようにキルアにも言われてるから合わせないって言ってるんですけどお主が。 人類との人類としての戦いを危惧してるならそれはもう決着がついた私はもう時間がない世に残されたじ時間はもうないその残された時間を小麦と過ごしたいそれだけだものすごいシンプルに言うんですよでその言葉に嘘がないって感じて「キルはごめんね」って言ってですねその小麦渡しちゃうんですねで小麦の,入、ね、あの寝てるあの箱隠してた箱があってそれを開けてですねメリアムが言うんですね おい小麦ってで小麦がですね寝てるんですねいびきかきならーっつ、ね、それを見てほっとほほ笑むんですねメルエムはね「撃 <laughs> つぞ」言ってですね軍を打つんですよ残り時間少ない中ですね軍技を撃ってですね「えー、な、な、えー、563兵」とな何とかかん」とかってずっと撃つんですねそして小麦俺の名前メルエムだ言うわけですね俺の名前はメルエムだというわけですね メルエム様ででしたかってですね様はいらん」ね「いやいやメソもございませぬ」ね「ねのあの,ー、あの呼べねす様なしでは呼べねす」とか言うわけですね「うん、分かったじゃあ俺俺が勝ったら俺が勝ったら様なしで呼べよ」ってずっと打っていくんですねで打っていく間にどんどんですね弱っていくんですよ王がねいくつ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 打ってい間に弱っていってですね「俺はもう長くない毒だ」 そして俺といるからお前にも毒が回ってしまってるすまんお前もいずれ死ぬわかりましたわかりましたって言ってですね打つんですね打ってってでもうどんどんこう目が開かなくなっていくるんですねでまだ打ってるかって,ってね打ってます打ってます今までありがとうこちらこそですそしてバタッ王が倒れるんですねそしたら小麦が言うんですね お休みメルエム名を呼んでバー二2人で「その小麦も私ももうすぐ行きますから」って言って死んでいくんですねメルエムと小麦そこで死ぬこれがキメラアントヘンの最後なんですよとんでもないんですよ最後敵の方に感情移入させて終わるんですよ あの残虐なアリの王が最後心を通わせて終わるっていうところを見せてキメラアント編がすするんですそれも人間の作った化学兵器で死んだっていうところでそしてその後 NGL は国際管轄となりハンター協会がそれを管理運営することになった恐ろしいこうしてキメラアント事件を幕を閉じたしかし ここれ、ととんでもないことが起きてる最後のゴンですね、ゴンが命と引き換えに打ったでしょう、なんとですね、そのダメージで、ゴンはですね、もうとんでもない体になってたんですね、もう二度と開けるので、もう肉の塊のような状態になって、ですねこれがゴンなのか状態になるわけですね、医療を尽くしてもダメです、助年師を呼べ、ハンター協会に唯一いる助年師を呼べ、助年師が来るんですね、助年師が見て、ダメです、これはちょっと、これは強すぎますねんが、 これを私でも除念できないなるわけですね。ゴンはどうしても戻ってこないのかなったときですね、キルアが立ち上がるんですね。俺がなんとかするよって。ここからの主人公はキルアなんですよ。さあ、ここからキルアの戦いをご覧ください。はい、俺がなんとかするからですね。俺もういいよ。お前はいいよな。関係ないからって言ったらキルアが立ち上がってですね、俺がなんとかするって言ってですね、実はキルアはです、ね、ゾルディック家に向かうんですね。それゾルディック家っていうのがですね、 ゾルディック家のの写真っててうのがねもう作中に出てるんですよそれがですねもうキキョウっていうねあのお母さんがですねキルアを溺愛して撫でてるっていう写真なんですけどその横にねその横に後ろにイルミがね立っててその横に、えー、ミルキが立っててもう一人ですね、えー、キルアの横にですねちっちゃい子が立ってるんですねそれがカルトって言われるう弟なんですね。 密か裏切り者だったことが判明したヒソカの代わりに旅団に入ったりして途中作中出てくるんですところがその写真伏線が貼られてるんですねその写真の子供たちの中にですね一人だけ後ろ姿の子供が一人写ってるんですねゾルディック家にはもう一人いるこれね繋がってるんですねイルミミルキキルアそしてカルトキルアとカルトの間にいるそれがあるかなぜかゾルディックはしりとり状に子供を産んでるんです しり,とり状に子供を産んでるわけじゃない子供が産んだそれがしりとり上に名前を付けただけでした何ですかしりとり上に子供を産むってそんなことはできるんですか人類イルミミルキキルアアルカそしてカ,、えー、カルトというですねアルカというねその妹だけがですねなぜか作中一度も出てこなかったんですそのアルカに会いに行くって,言ってゾルディック家に戻るんですねゾルディックもアルカに会わせてくれそしたらシルバーが言うんですねもうこんな目がこんなだっよね ダメだあれは危険すぎる危険すぎるゾルディック家という恐ろしいあの館の中でですね、うん、もう何重にもですね封印されてもうその「ラみたいなもう「明くんはここにいるよ」うの「ラみたいな何重ものですね鋼鉄のドアでですね封印されてるんですねこのアルカがですねいや会わせてくれ俺なら何とかできるからなぜあのシルバーともあろうものがですよ ね。現在課長ですよ。その課長のシルバーがあれは危険すぎる。あれは人ではない。あれはどこかから来た。何かだ。っていうぐらいですね。人間じゃないっていうやつがあるかなんですよ。このあるか。ガシャーン、ガシャーンと開けてですね。でもどうしても友達を救いたいんだ。 友達を救うにはアルカに会うしかないんだ!」って言ってですねアルカに会わせてくれっつって会わせるの分かったそこまでの覚悟があるなら分かってるだろうなっつってですねアルカを封印を解くっつってですね胴を上げてですねあの最後の間にたどり着いたらですね普通の子供もを上やがるんですねそしてお兄ちゃーん待ってるんですよお兄ちゃーん無垢な女の子少女が待ってるんですよアルカごめんな久しぶりギュッこのアルカ 恐ろしい事件を引き起こしたんですねかつてこのあるかはですね不思議な力を持ってるんですよ不思議な力を持ってるそれは何かあるかのおねだりとお願いっていうのがあるんですねはい実はですねあるかは何か大人たちにおねだりをしてくるんですね何々をして何々をして何々をしてそれを叶えてあげると一つお願いを 聞いてくるんですねお願いを叶えてあげるよって。そしてそのお願いをするとまたおねだりをしてくる普通の子供ですよね、それってねそう思うでしょそれはそうじゃないんですよだってそのお願いを叶えてくれるっていうのがあるかですから例えばですよねおんぶして、抱っこして、ハグしてみたいなことをね少女が言うわけですよねいいよ、いいよ、いいよね。 で、お願いが来るとお願い聞いてあげるこれがですね何が恐ろしいかというとこのお願いとおねだりっていうもので実はゾルディック系関係の人間がですね数十人死んでるんですはい数十人恐ろしい変死体になったっていうこと人権が事件があるんですねそれはお願い聞いてあげるよって言われた使用人が私をお金持ちにしてくれる っって言ったわけですねするとですね突然札束が降ってくるわけですよブワーってそしてある町の銀行の金庫からお金がなくなってたでも札束が降ってきたことで目立つでしょなんだこれはってなったわけところがその次にですねあるかはその札束をお願いした人とは全く別の使用人にとんでもない要求をしてくるんですねおねだりをしてくるんですよ ねえ腕をちょうだいとかねえ死んでくれるそんなこと言うんですねそしてえ無理無理無理だよとか言ってもですねブチューン殺されてしまうんですね、はい、そしてゾルディック家は凄惨な事件を何度か経験してこのあるかというものが一体何なのかというのが分かったこのあるかは誰かのお願いを叶えるだがその叶えたお願い の後でそのお願いの量と辻褄を合わせるかのようなおねだりをしてくるしかもそれはお願いを叶えた人間とは別の人間が背負わなきゃいけないというルールがあったそしてこのお願いを聞いた後のあるかっていうのは急に目が真っ黒になるんですね。口も真っ黒になって目も真っ黒になっておねだりをしてくる。 これをあるかではなく我々は何かと呼んでいた。ね、あるかのお願いある,かがお、ね、あるかにお願いをして叶えてもらったら何かのおねだりを聞かなきゃいけない。そして何かのおねだりが叶ったらもう一度あるかはお願いを聞いてくる。そういうですね不思議な装置になった。それによって使用人や周りの人が要求をした。 その要求がとんでもない厄災を生んでででたわけですゾルディック家ででこれが全てアルカおよびそれの変換人格の何かのせいであるっていうことを突き止めたゾルディック家は奥深く封印したんですこれはどうすることもできない念能力ですらない何かなんだっつって封印したところがキルアには考え方があったんですねいや僕ならアルカを何とかできるから俺は許せないんだこんなに閉じ込めてる家族が言うわけですね そしてキルアはお願いしようとしてたんですゴンを直してくれってそれをゾルディック家が全員で止めるって話なんですねもしあの助念師ハンター協会の助念師でも直せないゴンを直そうものならおそらくゾルディック家は全員死ぬそれでもいいっていうのかキルアとお前は友達を直すために全員殺す気なのかって言ってですね そのアルカをです、ね、持ち去ったキルアをです、ね、イルミが全力で殺しに行くっていう話が始まります、はい、山を車で行ってるです、ね、そのキルアにです、ね、斜面からトラックで突っ込んだらですねとんでもないアクションが繰り広げられます、はい、それなんとか殺そうとするんですけどなんとか生き延びてです、ね、そしてアルカがです、ね、ゴンを治すんですこれがすごいですね、はい そのお返しが何なんだっていう。 ことと並行して実はですねなんと全く違うドラマが描かれますこの「あるかと何か」というとんでもない頂上ミステリー始まってましたよねグリードアイランドっていうなんか架空のゲームなのゲームじゃないのお父さんにいつやるのボマー怖いねと言ってた後で頂上のねキメラアントが現れてそのキメラアントの王がですね軍旗にはまりその軍旗の小麦とですねラブルストーリーのような形で死ぬと同時に、えー、会長がですね足を失ってたんですねあのその人間の化学兵器でそのそいつを止めた後にですねそのあるかと何 何かというわけの分からない超常現象が始まったかと思いきや裏で何が始まってたかというとその会長がいなくなったことによってです、ね、次期会長選挙というバトルが行われるんです、ね、この選挙戦とあるかと何かというミステリーが並行して描かれるんですここからこれがすごいんですこんな漫画がありますか天空っってなんかかっこいいよねとか言ってた時代の私はどこに行ったんでしょうもうカードを40種類覚えてた私はどこに行ったんでしょう ね、その後うわーとか言って泣いた後にですねこれはあるかじゃない何かなとか言った後で,ですね選挙戦を始めるとかってわけの分からないカットバックが行われずこの会長選挙がまた面白いんですよ面白いのよねっ、えー、寝てるぞ、えー、寝てじゃあ,あ,あ会長わし辞めることになったからあとはお前ら十二審で方法を決めて、えー、うまく選挙してくれじゃあなビデオレーターが残ってたんですね ネテロが自分が死ぬって分かってて自爆しに行ってますから分かっててビデオレターを残してそれをネットに公開されたんですねそのことによって十二神が集まった十二神その十二神とは説明しようハンター協会会長ネテロが実力を認めた12人のハンターのことであるっつって12人が円卓に座ってるんですよ11人が正確には11人が座ってですねその11人の中になんとジンがいるんですね ジジンがいるついにジンががいいるつに現れたんで「すねでおいパリストンまだかよ」一1人遅れてるやつがいるんですね「あのパリストンあいつパリストンまああの集まらないってえそうじゃない?」みたいな「副会長だからって偉そうだよね」みたいな。 ってだってさサボリアのさ「陣まで来てんのにね」とか言って「陣は普段現れないサボリア」って呼ばれてるんですけど「陣まで来てんのにパリストン来てねえじゃないねえゃないかあいつ鼻持ちならねえな副会長だからってよ」ってそのパリストンこの十二神というのはですねその十二神になぞらえて集められてるんです「ねえ牛しとらう馬羊猿つじサルみたいなねえ足りてた「ねえ牛しとらう馬羊猿つじサル足りてない「ねえうちサルトエ」猿猿「ねえうしとらううまひサルかんない十二 <ul tre f tom> がないねだったね「ねうしとらう」馬ね「たつみうましつにさるとりいぬいだ」でも何時間喋ってるか分からないから十二子が言えなくなってきました知能指数が摩耗して十二子になぞらえてあるんですよ。その中の「ね」「ね」のですね一番のポジションの男が「パリストン」と呼ばれてて「パリストン」という名前でですねその十一番目の「 犬、いや、12番目の犬、犬、イノシシのポジションがジンなんですね。ジンが12番目のところにいて、1番のところにいるパリストン、根のところにいるのがですね、まだ来てない。で、その根のパリストンっていうのは曰くきの男なわけですよ。なんであんな奴が副会長になったんだろうねって言ってたらパリストンが現れるんですね。爽やかなビジュアルなんですよ。お待たせしましたーとか言って現れるんですね。パリストンですとか言って現れてですね、いやいやいやつって言ですね、机がですね、 こうね、長方形、円卓と言いましたが長方形でしたね。長方形でですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9って、まあ、並列に並んでたんですよ。その一番の椅子だけ空いてたわけですよ。その一番の椅子をですね、こうやって取ってて、スーってやって、このお誕生日席に勝手に持ってって,てねイケシャーシャーと座って、それじゃあ会議始めましょうか。とか言ってですね、おいとか言ってですね、前回突っ込むわけですね。なんでお前が仕切ってんだよ。とね。遅れてきて、ね、仕切ってんじゃねえぞ、パリストーン。ムカつくな、お前はいつも。とか言われながら、ね、まあまあいいじゃないですか。え あの、僕副会長だし、えー、その上でちょっと皆さんより役職上だし仕切れるし僕が仕切ることに問題ありますかあ、全然降りてもいいですよ仕切る能力だったらチードルさんだしあの年功序列で行くんだったら誰々さんですよね全然降りますけどどうですか仕切った方が楽ですよねとか言ってね。かうるさいわねとか言ってみんなですねもうギャンギャン言われながら、ね、そういうひょうひょうとしたやつなんですよ。こいつ、ね。 この犬、犬のですね、犬のポジションにいるチードルっていうですね、女性ハンターがいるんですね。このチードルっていう女性ハンターはですね、ものすごいパリストン嫌いなんですよ。ね。チードル真面目なんですね。えー、犬を担当してるだけあって真面目なんですね。それで、このパリストンっていうのはですね、もともとものすごい怪しげなやつだったわけですよ。にもかかわらず、ネテロ会長の一存で副会長まで上り詰めたんです。ネテロ会長はですね、すごく特殊な会長で、自分がものすごい、まあ、武力の求道者ですからね。 その上で副会長になんでパリストンを置いたんだってあんな怪しげなやつって言うんだけどネテロはですね面倒くさいやつの方が面白いだろうその上にわしが今,今まで一番あの面あの苦手とするタイプを服で置いとくのがこれ面白いんじゃよとか言ってゲーム感覚でやばいやつを副会長に言ったあの選択は間違いだったと思いますよネテロ会長とかって思ってるんだけどパリストンがですね じゃあ,まあ、あえっといわゆる選挙の話なんですけどえ面、ー、倒くさいんで僕が会長ってことでもう決着つけませんとか言って言った状態でですね十二神の全員がですね「ふざけんな!」なるわけですねお前みんなお前に入れるわけねえだろお前みたいな訳の分かんない怪しい行動してる上っ面だけいいようなパリストンお前に俺たちが入れると思うかそうかなでもハンター会会の教会員は結構結 僕に入れれてくれると思いますけどねそれをお前が裏で手で回してるからなお前そういう汚いことやるやつだろパリストンそういう感じなんですよそのパリストンがでもほかに立候補する人いますかねみたいなねうんでもその会長いわくとりあえず全員でね全員で選挙をするっていうことをやれっていうふうに言ってるからあのみ,みんなのみんな会長の意図をくんで全員で選挙しましょうそうですか僕が勝つと思いますけどねでジンがですね このパリストンののなんですねこの計算高いパリストンっていうやつとこの風雷棒の陣っていうのはですねもうバッチチなんです、ね、その上ではいじゃあこうしませんかって言ってパリストンがうまく話を進めてってそれならいいけどじゃあそういうふうにしようって言ってまとまるんです話が。じゃあこれで決めようって。 ハリストンがうまく進めたような感じで全員がしぶしぶ納得したような感じで進んで終わったんですこういう選挙をしようねって言ってそれを見てたビーンズっていうですね会長のですねアシスタントのですね男が一人いるんですけどやはりハンターというのは恐ろしい職業だないうわけですねそしてそれが何だったのかっていうのがあタネタしがあるんですけどジンがですね実は前日に来てたんですねその会議室にねおぉビーンズと言って明日な こうこうこうなるから、そのために、ビーンズ、お前、紙、メモをさ、こういう風に書いて、お前、ポケットに入れといてくれ。で、こうこうこうして、ああしてくれって。え、なんでですかまあ、明日見てりゃわかるから。ジンが言ってた通りに、揉めて、ジンが言ってた通りにパリストンが動いて、ジンが言ってた通りに決着がついたんですね。その途中、ビーンズがいろいろああして、こうしてってやったのは、全部、ジンが、前日仕込んでたんですよ。 ジンはパリストンの動きを全部読んで、さりげなく仕込んでたっていうのが明らかになります。そのジンっていう、ものすごく荒々しいけれど、めちゃくちゃ頭が切れるっていうキャラクターがゴンの父親だってことが、なんとここでようやく明らかになります。このキメラアント編が終わった後で、あのゴンが追いかけてた男ってのが、ものすごい風雷坊なだけじゃなくて、めちゃくちゃ頭が切れる男なんだっていうことが明らかになって、そいつの天敵が、 パリストンだっていうことが明らかになって、この人体パリストンの選挙戦と、キルアがもう謎の生命体、あるかと何かを、つまりゴンの再生のために立つ、ね、使うっていうのが、もう両方カットバックで描かれるんですね。 どどんどんパリストンが有利にですねどんどん進んでいって追い込まれていくっていうところとですねうもうあ,あるかと何かをですね制御できるのかキルアっていうねイルミがもうイルミが全部ですねあ,のあるかを奪うんじゃないかそれが大きく描かれて最終的にはそのある何かの力を使ってキルアがゴンを直しますこれ種明かしと言いますか「おい切るまだ言ってない条件があるな」イルミがた終盤で言うんですね。 なぜかキルアだけはこの「あるか」と「何か」のルールをうまく使ってるんですこれがゾルディック家の人間には分からないですねキルアだけはあるか「あるか」と「何か」をうまく使えてたんですよこれがですねすごく切ないところでキルアは「あるか」と「何か」をしっかり人格として二人いるんだっていうことを分かってたんですねその上で これは、兄弟の、ね、お願いだとか、ね、あと命令とか、そういうものであれば、見返りがいらないっていう、コミュニケーションっていうのと、欲望による願いっていうのが全然違うっていうことを、キルアだけが分かったんです。キルアだけがこのアルカに対して人として接してたんです。それが、見返りのいらないお願いを発動するっていう条件んだった。 だからキルアだけがあるかをうまく使ってゴムを直すことができたところがですね最後にねキルアがですねお願いするんですね何かに「ねえ何かもう出てこないでくれるか?」っていうお兄ちゃんのお願い聞いてくれるかあるかの時間短いだろ何かがいるといろんなことが起きちゃうだろだから何か。 もう出てこないでくれるかなっていう何かもう出てこないでっていうお願いをゴンを直した後にするんですね。ゴンを直すときは命令したんです。兄として命令する。ゴンを直せ。そしてもう出てこないでくれっていうお願いした。この命令とお願い、切る後の関係。 そこら辺が非常に複雑なので他の人間は使えなかったけどキルアだけは心からそのメッセージを届けることができたのでコントロールすることができたという話なんですねだからそのね何かがいなくなってアルカが目覚めた時にですねアルカ泣いてるんですねお兄ちゃんひどいよなんでなんで何かにそんなこと言うの何かのことも大事にしてくれなきゃやだよって泣いてですねそれでですねキルアはですねごめんなって 悪いことしたって言ってて言もう一度何かに出てきてもらって謝って「あるかと何か両方ちゃんと守るからね」「キルアがちゃんと守るからね」っていうことでこのお話は決着がつくんですよ。 この、あるかと何かというものは、とてつもない欲望にさらされてただけなんだ。お願いする人間が汚かっただけなんだよっていうのを、キルアが言ってですね、あるかと何か両方の心を救うというのが、そしてゴンが生き返るんですね。で、生き返ったゴンがですね、あの、その選挙会場に向かうんですね。はい。その一方、その選挙会場でですね、なぜか、なぜかパリストンのライバルとして、急浮上したレオリオが活躍してます。 ここでレオリオですなぜレオリオなんだとここでレオリオがですねあのものすごい初めて大活躍するんですねはいこれはジンがですねあのゴンに会いに行かないのレオリオは怒りに行たんですねゴンがもうあんな行題になってる、ね、親父お前はこんなところにいんのかと俺の友達ゴンに会いに行けって言うんだけどジンはいやゴンは必ず生き返るから大丈夫俺が行けなくて大丈夫って言い張るんですね ジンは言語信じてるって言うんだけどそんなこと言ってる場合じゃねえだろって言って念能力を初めて使ってその。 えー、レオリオリはジンをぶんん殴るんですねボーンってぶんジンがですねハンター協会協会員が選挙でホールに集まってるっていう時にあのジンがジンはですねややってきた生意気なやつなんですねだから協会員からですね愛されもするけど憎まれもするってあのジン生意気だよなとかあのジンってさ言うこと聞かねえよなとかいや,いや,やりたい方だやってるよなって言われたジンがですねこの謎のレオリオっていう新人にですねぶん殴られたことでですねあのものすごい喝采を浴びるんですね。あのジンに一発食らわせたス すげえなみたいな「陣に一発食らわせた新人おめでとう」みたいな感じですねあのすごい人気が高まってですねパリストンのライバルに急浮上してですねレオリオかパリストンかって最初になってたんですねでレオリオはですね困りながらもやってたんですね、うん、でも俺が会長になったらとにかくゴンを助けたいからっていうのがみんなの支持を集めてですねゴンを助けるために教会を私物化するとそれでもいいのかって。 いあいつ信用できるな、みたいな。だんだんなってきてですね。票を高めてたところに、ゴンが生き返って戻ってくるんですね。戻ってきたよって治ったよってゴンと切るわが。それで、結局、レオリオが票を得る動機がなくなりましたね。うん。で、パリストンがですね、一役言うんですね。あ、ゴンさん、今ね、僕とレオリオさん、どっちかがハイター協会の会長になりそうなんですけど、どっちがいいと思いますかなんて聞くわけですね。そしたらゴンが考えてです。うーん、それはパリストンさんじゃない言うわけですね。うん。だって、レオリオは医者を目指してるんだもん。 あの、レオリオの夢と、キョンター協会の会長っていうのはまたちょっと違うから、まず、レオリオの夢を追いかけさせるべきだよ。パリストンがやった方がいいよってなってですね、もう全十二神がですね、うわー、パリストンがー、なるわけですね。パリストンの思惑通りにって言って、パリストンが、はいじゃあ僕が会長ということになりました。ありがとうございました。では、初めての私の仕事なんですが、えー、チードルさん。チードルさんを副会長に任命した上で、私は会長を辞任します。 えざ、ー、わなんてどういういことあれだけひっかき回しておいて会長に就任した上でやめるんかいと僕は寝てろ会長をおちょくりたかっただけなんでねって言って去るんですねでジンもそこまでは読めなかったなって言って終わるんですでもこのパリストンはまだ計画があるんですねこの後ですねそしてジンもこのストーリーは続くわけなんですよ そしててゴンンとジンが初めて会うんですねでちょっとゆっくり話しないかっていうことが始まってじゃああそこで待ってるからっていうことでものすごい高い木のですねで頂上で待ってる世界樹の木っていうねすごい高い木があるんだけどその木の頂上で待ってるからってどこで待ち合わせしとんねんとスカイツリーの展望台みたいな言い方すなよっていうぐらいのですね世界樹の上で待ってるからっていうわけですね分かったなんつってですねでキるわとですねゴンはその、ね、世界樹のふもとで分かれるんですね えー、キルアがですね、俺、アルカと少し、あの、旅がしたいから、ここで俺とお前お別れだな。で、ゴンも、ありがとうね。ここでだってさ、親父に会いたかったっていう、ね、ゴンと家族の愛っていうものとか、自分の道っていうものを知りたかったっていうキルアが、ね、グリードアイランドやキメラントを経て、ついにお互いの目標が叶ったわけじゃん。キルアは兄から、父から、 自分の意思を通して妹を守ったしその上で親友ゴンができたんだよでゴンは会いたかった親父に会えたのもう大団円よじゃあな俺たち旅するわキルワとアルカがじゃあねーでゴンが登んなきゃなって登るわけそして世界樹の木に登るわけよそしたらもうこっからエンディングシーンだと思うよね,ねで親父がこう世界樹の木の上でなんか卵かな食いながら遅かったな意外ととって。 「うんとか言ってそうだな」っつって「俺がハンターにな,らなったのはな」っつって仁の話で「見たことないもん見たいからなんだよ」ねワクワクするだろうなそれでいろんなとこ行っていろんな新しいもん見るそれがワクワクするんだよ俺はまだまだ見つけたいもんがあるんだよ親父の夢聞くんですねその上でこの木に何で呼んだか分かるかとこの世界樹の木ってでかいだろうこの大陸一番でかいだろう でもこれって育ち損ないの木だって知ってるかえ言いうわけですね。育ち損ないなんだよ。この苗木。苗木ちっちゃい木なの。ちっちゃい木。これはもっと本来は地下のマグマを吸い上げて雲を突き破るほど伸びるんだ。それが本物の世界樹だ。って言ってですね、なんとこの世界が実は俺たちの知ってる世界、世界地図ですよ。が実は ごく限られたエリアだって知ってるかどういうこと実は我々がずっとヨークシンだとかですね、あの NGL だっ,つって言ったマップがですね、小さな湖の上に浮かんでる世界だってことが明らかになるんですよ。そして、その外側にはですね、とんでもない大陸が広がってるっていう。地球丸いと思うやん。 俺らみたいな地球丸をペランとしたその世界地図見せられてたんやと思うやんや。違うねん違うねん。それがもうちっちゃい湖の中のちょっとしたところやってん。ちょっとしたところでもうこのエリアのそのもうすごい巨大なバーム空間的にすごい大陸がいっぱい広がっててそこそこへ行,く行きますねん。俺暗黒大陸って呼ばれてるんだって。人類がまだほとんど上陸できたことない暗黒大陸。 ここに行くっていう話が始まるんですよ。全然終わりじゃなかったの。ゴンが親父に会えてよかったね。じゃなくて、こっからですね。暗黒大陸を目指す男たちの話が始まります。 今までの世界が湖の上の小さな小島だったことが明らかになり、ジンが目指してたのは暗黒大陸でのお話。そう考えるこの暗黒大陸ってどういうとこっての一瞬描かれるんですけど、人類がわーやってるような世界じゃなくて、バカでかい巨大なあの恐竜みたいな奴らが、もうくこんなになって食い合ってるもう、もう地獄みたいな世界が一瞬描かれるんですよ。で、そういえば、あのジンがメッセージ残してましたよね。ゴンに。テープで。 俺は好き放題やってるかなって言った時何かとんでもない巨大な化け物の上の巨大な化け物に乗ってたあれってもしかして暗黒大陸の時に一瞬行ったやつなんちゃうのなんてことをどあの読者に想像させながらですねえその中でえ暗黒大陸みたいなことを言いながらですねその えー、その世界のですねあのそれぞれの風景が描かれるわけですよ。とはいえ、まあ、お,お前がここまで来れて嬉しいよ的な感じでジンとですねあははみたいな感じになってあのキルアもねアルカと旅ができてよかったねみたいなみんなよかったねみたいな、ねうんえー、それぞれの生活できてよかったねみたいな感じでですねその万歳みたいな状態になる中ですね部屋ででですすねねこもってるる男が1人描かれるんです、ね、暗い部屋でこもってですねじっと顔を上げるんですねねそれが、ね、クラピカなんですね。 クラピカがですね、そだなにですね、その火の芽をですね、摘んでるんですね。で、まだ全部集まってないっていう顔で、次の章を行くんですよ。その次の章が、暗黒大陸編ですね。暗黒大陸編っていうのが、暗黒大陸に行く話やと思いますやん。暗黒大陸に向かう船での殺し合いの話がめちゃくちゃあるんです。 実ははは暗黒大陸には絶対行っていいいけないというですね人類のルールをもう先進国5カ国が決めてたんですけども新興国が現れたんですね課金国という新興国が現れて「僕たち君たち5カ国5大国のルールとか知りませんねん」とか言ってですねあの巨大な20万人入る船をですね作ってですね暗黒大陸に出港するんですね暗黒大陸に行くのはめちゃくちゃ危険なんですけどとんでもないお宝も眠ってるんですよ。 寿命が何倍にもなるお宝とかね。 とんでもなく無限にエネルギーを発してくれる鉱物とかね、そういう類のものがある。でも一度行って帰ってくると絶対にやばいという異性物とか病とかを持ち帰ってきてしまうんですね。そのもうハイリスク、ハイリターンどころか、もうもうスーパーハイリスク、今のところほぼノーリターンっていう戦い暗黒大陸に課金国、新興国が行くんですね。あの我,我ら課金国なら行くほとかいうですね、語尾がほのですね、行かれたホイコーロ おおおホイコーローっていうですね王様がですね課金国王のホイコーローがですね行く方とか言ってですね行くんですねはいでそこにですね十何人の王子が乗ってるんですですその十何人の王子の中の一人セリードニヒというですね最もいかれたサイコバス快楽猟奇殺人犯王子がいるんですねセリードニヒってヤバやばい王子がいるんですねそのやばい王子が火の目のコレクターであることを突き止めたクラピカがその船に乗るんですよ その船に乗ったただその船に乗ってセリードニーの情報を集めるぞって言ってる中でこのホイコーロ国王がですね始めたのが王位継承戦というのを始めるんですね。 王子が全員殺し合ってたった一人残った王子が王位を継承する方なんて言ってですねそのですね激ヤバ王位継承船がこの閉鎖された船20万人を抱える3艘の船3艘4艘になってですね王子がいるビップがいるセレブがいるその後庶民がいるみたいな20万人を抱えた船の中でですねクラピカがですねセリードニヒからですね火の目を奪えるのかそれともその十何人の王子の王位継承船に巻き込まれて死ぬのか そんな中その船の中に幻影旅団も混じってるんですね幻影旅団そしてクラピカそして今度はツェ、えー、リードニヒといった狂気快楽の快楽殺人の王子なんですねもう目玉を集めてですね人体の人骨をで固めたですね椅子に座ってるってですね激ヤバ王子がいるんですねその激ヤバの環境の中だからゴンとかキルアっていうのは今回からはもう描かれないんですよこの暗黒大陸編と というのは、現役旅団編以来のですね、クラピカがザ主人公の話なんです、ね。ところが、この話が劇的に複雑なんです。グリードアイランドの100種のカード、40種のスペルカードとか、キメラアントで出てきたようなですね、もうそのとんでもない異界の生物とか、軍技のルールとか、ね、それ、そ,そんなものではないんです。そんなレベルじゃなくて、もう十何人も王子がいるんです。 十何人の王子に、それぞれ護衛の、う念能力者がついていて、その念能力者の戦いの最中か、下の層の階では、幻影旅団が、三組のマフィアとですね、大立ち回りをするというですね、もう誰が何をどこで、いつ、どうしてるんだというのがわからない中、なんとその王子たちの特殊な能力が目覚め始めるんですね。 それが課金王国に伝わる「コチューランの儀」というのがありまして王子がそれぞれ壺の中に手を入れた瞬間からですね年中なるですねその他の人には見えないという王子を守る守護霊のようなものがつくんですね動物の守護霊も,うものすごい醜い形のですね守護霊がですねその王子たちをですね一体一体守っててその王子の精神性を表してるんですところがその年中というのは年能力とは関係なくてその王子たちは年能力を知らないんです 念能力を知らないのに、コチ古ランの儀という課金王国の継承するつによって年中を背負ってるんですね。その年中を背負った王子たちが念能力に気づき始めるんです。念能力とは何だ俺に教えろ。セリードに非。が、念能力を覚える。 そしてその念能力がとんでもない力を,を有していて水見識をやったとこで,ですね水全体が腐りながら沸騰するというですねとんでもない状態やられてボコボコボコ腐っ何これギャーってこんなものは見たことがありませんふーんってそうなんだもうちょっと教えてよなんて言ってですねあのとんでもないスピードで念能力を覚えていくこいつにだけは念能力を教えちゃいけないなんていうセリードに日がものすごいもうバケモンみたいな年中 とですね念能力を覚えながらですね、クラピカがですね、エンペラータイム、2時間連続で作動している、エンペラータイムは、なんとですね、やればやるほど寿命が減るというディスアドバンテージを持っていることも明らかになるんです、ね。あの赤くて全部が100%になる、あれね、チートすぎるやんってみんな思ったでしょ、違うのよ、寿命ガンガン減ってまんねん、あれ。そのエンペラータイムをですね、船の中でですね、何時間も連続で、えー、動作させることになっているクラピカとですね、念能力をどんどん覚えていく、セェリードニヒがですね、 韓国大陸に今向かっている途たどり着いてもいないです向かっている途中で連載が中断してはや2年半なのでございます連載開始1998年1998年の初年度から連載が救済することはたくさんあったというお話はもうやっていますよねそれでも連載が続いていいてるととうことは 人気があるという、それがどうして面白い、どれぐらい面白いのか、どれぐらい複雑なのかを私がこれまで説明しましたよね。そんな中で現在2年半という過去最長の救済期間を迎えております。さあ、皆さん、この物語がどこへ行くのか、どうなるのか、そして富樫先生はこれを見てらっしゃるのか。 書き書く意志があるのかそれと、もう本当に体が辛いらしいんですよ。もう戸橋先生も。体がですね、もう大変だと。あと精神的なプレッシャーもすごいです。悠々白書は、このハンター×ハンターが23年続いたのと対照的に4年で終わったんです。4年で終わった理由は臨機がなくなったからではないんです。もう書きたくない。もう書きたくないんだというストレスにか絡まれてですね、90年代後半のあのジャンプ黄金期にですね、なんと自分で筆を折ってるんですね。一度。 94年にやめてるんです。なんとあのジャンプが最高部数653万部に達成したのが95年です。 なんと95年の黄金期に『ドラゴンボール』『スラムダンク』『ルローニ剣ン,ンジョジョの奇妙な冒険』というその最高部数の時の連載人は誰だの時にですね悠々白書が絶対入ってるとみんなが思ったんだが入ってないのはその1年前に俺はもう書きたくないと言ってぶん投げてやめたからなんですね無理やり書かせようとした編集部と研究し喧嘩してもう書きたくないと言ってやめたんです4年でやめた悠々白書それから復活したのが98年そう4年の時を経て 阿賀義博天才は帰ってきたんですもう一度描くためそして今度はストレスで潰れないために休み休み描くという方法を得たんですそして最初の初年度から救済率が50%とか60%いくんですねもうほぼ年の半分は休んでいるという作品が何回もずっと続いて休んでは続き休んでは続きというのが23年間そして現在 暗黒大陸という壮大なストーリーを目の前にした船の中での王い継承船が2年半止まっております。我々という読者はすでにハンターハンターという激励アイテムを探し求めてさまようハンターになっているんです。コップと葉っぱと水を持ってこい。 私が今これをこうかざそうものならですねハンター×ハンターの新刊がその水の中に浮かび上がるほどのですね特質的な能力者になるんじゃないかと私はそう思う富樫先生あなたが私の人だあなたの作品を必ず私は読むいつもいつまでも待っているではまた 聞く大学インボイシー全公編ノンストップでバックグラウンド再生も可能移動中や作業中のインプットに最適です概要欄のリンクからどうぞ Web コミュニティプログエス